はい、こんにちは。今回ですね、2022年の合格目標ということで、まあ、論文の書き方もね、ちょっとこうやっていこうと思ってますので、よろしくお願いします。で、レジュメの1ページの、ところなんですけども、まあ、本試験でね、高評価を得られる答案の書き方ということでね、1ページのところを開けてください。で、まあ、今回ね、取り扱う問題っていうのは、この、はじめにっていうところの、まあ、3行目あたりのところなんですけど、平成30年の司法試験の民法をやろうと思ってます。まあ、今日何やろうかなと思って、結構ね、数日悩んでたんですよ。まあ、令和元年の民法の設問1もいいし、あと、まあ、同じ30年だったら設問3でね、結構家族法 の大事なね、家族法でも財産法にちょっとこう絡んでくる、まあ、大事な問題もあったんで、それもいいかなとか思ったんだけど、でも、まあ、今度のね、時期の試験目指してちょっとこう最初エンジンかけるにはやっぱこの問題がいいなってことでね、債権法の本当に大事なところがちゃんと理解できてることがまず必須になるんですけど、でさらにそれをね、問題文よく読んでね、何をどの順番で書くのかって自分で頭使って考えていかないと、まあ、いけないんですよね。なんでこの問題のしっかりこの段階でこの時点でやることによって、多分今後のね、これから時期 の試験までに、じゃあどういう質の勉強をね、どういう質の勉強をすればいいのかっていうことが、多分こうイメージ湧くんじゃないかと思ったんですね。というわけで、そういうことでこの30年の問題を扱うことにしました。まあ、この問題私も講義で何回かやってるんだけどね、まあ、今日また答案昨日全部一から作り直してみて、でまあ、こういう書き方することもできるのかなってことで、ちょっと今までとね、違った順番で書いたりとかしてるんですけどね、まあ、基本知識が大事なんですよね。まずね、この問題解くのに、まあ、債権法の最低限の基本知識がいるんですけど、あと問題文読んでね、何を、まあ、どの順番で書くのかっていうのは毎回毎回頭で組み立てていかないと、まあ、いけないんだけど、本番の試験で受かるにはやっぱそういう能力が、まあ、必要になってくるってことですね。まあ、それをちょっとこの問題で分かってもらえればと思います。で、この後ですけれども、まずね、2ページ見てください。ちょっと学習の手順ってことでね、これから、皆さんにね、時期 の論文試験目指してちょっと頑張ってもらうということで、こういうことを やると、まあ、いいですよっていうことでね、ちょっとご紹介したいと思うんですけど、2ページのね、第1学習の手順の、まあ、縦1のところになりますが、まずね、法務省のウェブページで公開されてます過去問の、ね、問題文、まあ、これ印刷してですね、まあ、問題文を入手、まあ、してもらいたいと。でなるべく新しいやつね、古い問題じゃなくて、なるべくこう直近 のものをね、見てもらいたいと思うんですよね。でそれによって試験の傾向って結構変わるんですよ。まあ、司法試験でも予備試験でも、やっぱその当初のね、初期のものと、あとこの直近のものとでは、まあ、結構質が違うので、直近のものはこれ見るっていうのはすごい大事になってきますね。で、まあ、直近のものからね、まあ、徐々にこう遡って過去問検討していくと、大体試験の傾向分かりますよ。あ、どういう質のことを最近の考査員が皆さんに求めてるのかってことがね、直近のものからこう遡って、まあ可処分時間それぞれ違うと思うから、何年分遡るかっていうのは皆さん次第です。遡れば遡るほどもちろん有利ですよ。論文試験で出題された論点って、また後でもちろん問題の事実関係は変わりますけど、同じ論点繰り返し問われることがありますのでね。まあ、それなんでかって言ったら、論文試験でもともとほら、その各科目の重要な論点は聞くわけですから、それはその論文試験ずっと出し続けていたらいつかネタがなくなってしまうわけですからね。だからそういう点で同じ論点何回かこう出してくることになるんで、可処分時間があるんであれば、まあ、なるべく遡れば遡るほど有利にはなりますね。でも時間がない人でもやっぱ 1,2 年は 1,2 年3年ぐらいはね、やっぱ最低遡ってもらいたいなと。そしてですね、この縦2のところ、次縦2のところ行きまして、で問題文まず皆さん自分で読んでね、答案構成をしてもらいたいと思いますね。でそこでなおのところ、1行目のなお書きのところなんですけど、まあ、短時間でなんか不正確な答案構成しても、その後の、ね、まともな答案作成することができなくて、要は意味がない。時期 の試験の対策のためにこれやってるんでね、なんか適当な答案構成しても意味がありませんので、なのでそのため2行目のところですけど、問題回答するのに必要な基本知識の理解がね、十分にできてないんだったら、もうこれしょうがないから、インプットのテキストを見てもいいですから、まあ、とにかくその問題でどんなこと問われてるのかっていうのね、インプットのテキスト 見ながらでもいいから、まあ答案構成をしてもらいたいんですよね。まあ、時間も気にしないでいいです、この段階では。とりあえずね、時間を気にして適当な答案構成しちゃってしょうがないんだから、そのね、今その最近の問題見てどういうことが問われてるのかということを理解する目的でやってますんでね、だ時間も計らないで構いません。で直書き、縦2の直書きのとこなんですけど、でこういうことをやる過程でね、基本知識の理解が不十分だと、要はインプットのテキスト見ながらじゃないと答案構成すらできないってなっちゃったら、それは当然そのまま本番の試験迎えたら答案書けるわけありませんからね、やっぱその規範を答案に書かなきゃいけないんですよ、白紙の答案にね。なのでこれ早いうちにインプットの、ね、対策をしていかないといけないと思いますよ。例えば会社法のさ、事業譲渡なんて合格する人なんか多分100回ぐらい多分少なくても多分見てると思うんですよ、そこのところをね。定義なかなか出てこないでしょ、あれ長いからね。だから、まあ、おそらく合格する人って100回かどうかはまあ人それぞれなんでしょうけど、まあ、多分ね相当努力してるはずなんですよね。だからそれ早いうちにやった方がいいと思いますね。そして
縦3のところですけれども、まあ、答案構成をあの作成したら、まあ、実際あの法務省のウェブページであの答案用紙あのこう載せてますので、まあ、それ印刷してあのそこに実際答案書いてみるといいと思いますね。まあ、別にあのウェブページからダウンロードしなくてもなんか適当にあの答案用紙うまくなんか調達してね、まあ、それであのやってもらってもいいんですけど、まあ、いずれにしろちょっと実際にね答案用紙っぽいような形 の, あの紙にねあの書いてみるっていうのが大事になってくると思いますね。でそれでこの後縦4のところがあの大事になるんですけど、あの法務省のウェブページで公開されている、まあ、出題の指示、まあ、司法試験の場合はあの出題の指示に加えて採点実感等採点実感というのが、ね、あの公表されてますので、まあ、それもちょっと参照してもらいたいんですよね。予備試験の場合は取材の指示だけなんですけどね、司法試験はあの採点実感というのが、出てます。ちなみに採点実感というのは試験考査員が将来の受験生に向けたメッセージというコンセプトで、まあ、出してるんで、どういう答案がいいのかどういう答案が悪いのかとかね、まあ、こういうことをあの考えてもらいたいとか結構丁寧に書いてくれてるので、まあ、予備試験の受験生にとってもあのすごく役に立つところがあるんですよね。まあ、だから予備試験の受験生もね、あの司法試験 の, あの問題早いうちにちょっと何年か検討するっていうのはすごくあの有用ですね。司法試験の受験生は必須ですよ。あのやっぱやんないよりはやった方が絶対あの合格しやすくなりますのでね、まあ、そこはぜひやってほしいなということですね。で趣旨とか実感見るとね、やっぱ自分が作った答案をね、そこと比べると多分自分の答案相当できてないはずなんですよ。なのでそこでその、趣旨実感が求めてること、ね、でそれでできてないことがあったら必ずその趣旨実感のように例えばメモしておくんですよね。あここのところができなかったとか、まあ、そういう形でメモをしておくことが大事です。で要は自分の弱点をちゃんとあの認識するってことが大事なんですよね。試験に合格するには、まあ、弱点の認識とその弱点の克服なんですよ。この2点ですね。弱点の認識、そしてその、ね、認識した弱点をまあ克服するというのは単純にそれだけなんですよ。なのでこれ弱点を認識するっていうね、ことをするためにね、その改善すべき点自分で趣旨実感見て、まあ、メモをしておくとまあいいと思いますね。例えば採点実感、あのこういう答案悪い答案の例だって書いてあってさ、でそこをやっちゃったと自分がねしたら、あこれやってしまったとかってメモしておけばいいわけですよ。そういうところをねやってしまったみたいな感じでね。でそこでね縦4 の, あの3行目のところさらにってところですけど、でそこで思い浮かんだ改善点はあのほっぽらかしちゃったらあのまずいのでね、部分的にでもいいからそこの部分だけすぐ答案も適当でもあの紙なんでもいいからそこすぐ書き直すのが大事になってきますね。ほっぽらかすとせっかく認識した弱点をもう認識してなかったのとあの同じになってしまいますからね。だからそういう点で、まあ、部分的にでもいいです。あのフル起案しようとすると時間がやっぱりほらかかっちゃって皆さん忙しいと、ね、なかなかそれできないと思うので、まあ、それできないんだったらせめてねその部分的に何か一つのこうね、その複数の論点があるような設問であったら1個の論点の部分だけでもいいから、まあ、なんかその弱点の部分だけもうすぐにね直ちにあの書き直すということがあの大事になってきますね。まあ、時間があったらもちろん全部ねやってくださいということはその後書いてあります。でこの縦4の下の中のところなんですけど、中2つありまして、まず1個目のところですが、で出題の趣旨や採点実感等のうちね、まあ、何度か読んでもあの結構ね難しいことがたまに書いてある時があるんですけど、そこをなんかよく分かんないところ引っかかっちゃってもあの学習効率があの悪いのでね、だそこはとりあえず気にしないでいいと思います。ちなみにインプットの学習が進んでくるとね、前に分かんなかったことが分かるようになってくるんですよ。でそこであの意味が理解できるようになる時もありますので、だからまあ今ねなんか読んで分かんないっていうところはまあ、まだちょっと実力が足りてない証拠なんでね、まあ、そこはあの気にしなくていいと思います。あのどんどん勉強続けていくうちに前に分かんなかったことが分かるようになってきますのでね、まあ、学習効率考えてもとにかく今自分が吸収できるところだけを吸収していくっていうのがまあ大事なのかと思いますね。そして2個目の中のところですが、あのこのね出題の人が採点実感ってすごく有用なんですけど、民法に関してはまあ債権法改正でね、その特に改正前の出題の人が採点実感ってそのまま使えないので、そこはちょっと皆さんが日頃ね今最新の改正法の勉強されてるじゃないですか。なのでその知識を生かして今だったらこう書かなきゃいけないんだっていうことを認識してないといけないんですね。でそれをやってほしいと思うんですよね。ただもしねインプットがあまり進んでなかったら、これ勝手には多分自分が皆さん自分の実力でできないと思うから、そこはしょうがない、もう気にしないでねあのいいかなと思うんですけど、まあ、インプットが進んでくるとね自分で分かりますから、あのこのね自然にし前あこここうなってるけどここをこうやって変えなきゃいけないなとか、そういうことが分かるようになりますので、まあ、そういう感じであの今のね新法に合わせた形で趣旨とか実感を使ってほしいと思うんですよ。でそれなんでそこまでね無理して使わなければいけないのかっていうと、やっぱその採点実感って将来の受験生に向けたメッセージというコンセプトでまあ出してますので、まあ、そこでやっぱ書かれてることが吸収、ね、ある程度して全く吸収できてない人と多少でも、まあ、吸収できた人とでは当然点数が変わってくるはずなんですよね。だからそういう意味でちょっとでも合格に近づけるんであればそれやった方がいいですよと、まあ、いうことでね、まあ、それであのやってもらいたいと
というふうに思ってます。そして今度縦さんのところですが、再び同じ問題をね、答案さ、構成した上で、これ多少時間空けてもいいし、すぐにやってもいいですけど、通常皆さん受験生はやっぱこう全科目勝負ですから、まあなんか1科目だけをずっと同じことを繰り返し連続でできないと思うのでね、まあ、通常この縦4のところから縦5のところに行く過程で、まあ、時間が空く、期間がある程度空くと思うんですよ。で、まあ、それをちょっと念頭に、縦5で再び同じ問題を答案構成した上で、まあ、答案作成します。でこの段階に来たら、まあ、インプット教材を見ながらではなくね、あとこれはもう本番の試験の時と同じ環境でやった方がいいと思うんですけど、問題文と6法だけは参照して、で時間もちゃんと計測してね、ちゃんと本番の試験と同じ時間で計測して、で、それでね、答案構成して答案も作るということは、ね、意識してほしいと思いますね。でこの訓練することによって、実際に時間計ってね、6法だけで書くことによって、まあいろいろ頭の中で勉強進んでくるとね、問題文見て書くことを思いつくんだけど、思いついたこと全部書くと時間足んなくなるなって気づくんですよね。なんで、まあ、そうなってくると取捨選択する何かこう勘っていうのもやっぱこう上がってきますし、あと文章力が上がりますよ。同じ論点論証するんでも、それを理解が深い人と理解が浅い人とではだいぶ書き方が違ってきて、理解が浅い人ってどうなっちゃうかっていうとね、インプットのテキストに書いてある論証例そのまま書いてくんだよね。要はどうやって端折ったらいいのかとか分かんないから、そのままこう書いてくるんですよ。極端な例ですけどね。ですごく理解できてる人っていうのは、時間がなかったら時間がないなりにポイントついてきますから、で短くまとめることができますから、でそれがやっぱ程度が、やっぱ程度問題なんでね、これ別に白黒はっきり、まあ、するようなものではなくて、まあ、論証例をそのまま丸写しするっていうのは本当極端な、まあ、例なんだけど、そこまでいかなくても、まあ、それに近い人、さらにまあ自分の言葉でなんかもうちょっと要領くまとめられる人、そのまとめるのもやっぱそのものすごく短くポイントついてね、時間がない時なら時間がない時に合わせてまとめられる人と、まあそうでない人って形で、まあ、あるんで、いるんですけど、まあ、そういう能力が実際時間計って書くことによって、そういうところ身についていくんですよね。まあ、自分も受験生の時に時間計って書く時にさ、まあ、答案構成の段階では、まあ、いろんなこと思いつくから、答案構成にはいろいろ書いてあるわけよ、項目ね。だけど時間計って実際答案書いてる時に、あ、いけねえと、これ今ここのところ書いてたら最後の大事なところ、この問題のメインのところ書けないなってなったら、そこ飛ばしますよ。あとは、まあ、飛ばさないにしても、本当はもっとここのところ法的三段論法をちゃんと やろうと思ってたけど、まあ、それできないからちょっと当てはめと規範一緒になっちゃうけど、まあいいや、まとめて書いちゃうみたいな感じで、そういうことをする能力がついてくるんですよね。でこれ結構大事になってきます。そしてこの縦語の、ね、2段落目のところなんですけども、3段落目なんですかね、またっていうところで、まあ、インプット教材を見ないでね、答案構成とか答案作成することで、まあ、その時点で結局ほら合格に必要な知識がないっていうの気づくじゃないですか、ね、本番の試験って当たり前だけど、インプットの教材見ながら答案構成できませんから、だからその段階で気づいたらそこ早く埋めるっていうね、そういうきっかけにできるんでね、ぜひこれを縦語のところをまあやってほしいということになりますね。ほっぽらかしちゃうと本当に間に合わなくなっちゃうんだよね。まあ、ちょうど今ちょっと収録外でね、この直前合格者の方にね、ちょっと4人急遽話してもらいましたけど、やっぱその4人の共通点、まあ、合格した人の共通点ってね、本当にインプットをひたすら繰り返しね、当たり前のことをめげずに、繰り返し、やって、あと答案もね、まあ、書いてね、趣旨と実感と照らし合わせて、でその通り書けないから落ち込んでね、なんかもう本当に辛い思いをしたと、だけどそれでもやめずに前に進んでたっていうことを言ってくれてたんですよ。まあ、そんな感じのところでね、まあ、こういうことをやってほしいなと思うんですよね。まあ、自分のそれで弱点知って弱点埋めるって話ね。ちなみにね、答案書けない多くの原因って、答案の書き方どうのこうのっていうよりは、なんかね、その規範、やっぱその答案に書くべき規範とか効果のね、理解と記憶ができてないことが大体主な原因ですよね。まあ、多いと思います。ですので、まあ、まずそこしっかりやるってことね。で同時並行、もちろん答案書かなかったら答案書けるようにならないからね、まあ、残りの試験の、時間までのことを考えたら、おそらく、今まあ9月もになってしまったんで、次の試験のことを考えたら、まあ、同時並行でもう行くしかないんですけど、まあ、そういうことはしっかりやるってことになってきますね。受かった人の共通点はやっぱ努力してるなっていうふうに思いますね。インプットも努力してるし、答案書くところもやっぱ努力してね、るってところが共通点ですね。でそれやんないとずっと同じことを繰り返してしまいがちなんでね、どっかで本気にならないといけないんだけどね、まあ、それちょっと頑張ってほしいなと思います。そして今度縦6のとこですが、でね、縦6でその縦5で1回答案作りますよね。2回目になりますけど作りますけど、で縦6で再びそのね、縦5で作成した答案を見て、で読んで検討した改善すべき点がちゃんと改善できてるかどうかということで、そこを確認してもらいたいと思います。で改善できてないって言ったら、これかなり根が深くて、そのまま本試験を迎えてしまうと合格できない可能性が、まあ、ありますので、なんで改善できなかったのかっていうことを、そこね、原因究明してほしいんですよね。でまあ理由はいろいろあると思うんですけど、まあ、端的に規範が書けなかったっていうんであれば、それはインプット
答学習を同時並行でね、答案書くのと同時並行でやっていけばいいし、なんか規範はちゃんと覚えてたんだけど、なんか時間が足んなかったって言ったら、それやっぱその要領を書くっていう訓練が足んないので、それは時間計って答案書く訓練繰り返すことですよ。それで改善できますね。まあ、というわけでこのね、原因究明、もしここでね改善されてなかったら、必ずその原因をね、まあ、究明して、まあ、そこを埋めなければいけないという話になりますね。で今度ね、縦なのところなんですけど、あとはこれ必要に応じてその上記5と6を、まあ、同じことの繰り返しになりますけど、まあ、それをまあやっていくってことになります。でこれ何か意味があるのかっていうことで疑問に思われる方がいるかと思うんですが、まあ、この点に関してね、回答例を覚えてはいけないんですよね。本番の試験って事前に頭に入れた基本知識をその問題の指示誘導に合わせて何をどの順番で書くのか、答案に書くのかってことを毎回考えないといけないんですよ。同じ論点は何回も繰り返し出るんですね。論文試験っていうのは司法試験でも予備試験でもね。だけどそれを何をどの順番で書かなければいけないのかってところは毎回考えないといけないようになってます。問題文の指示誘導の仕方が毎回違ってくるからね、同じ、まあ、論点であってもね。なんで、まあ、そういう点でこの縦穴のところでね、まあ、また同じ問題繰り返しやるんですけど、回答例は絶対覚えちゃダメで、覚えていいのはね、まあ、問題文の事実関係とか問題文の書きぶりは覚えてもいいんですよ。あとその問題を解くのに必要な基本知識、そこも覚えてなきゃダメなんだけどね。それはもう絶対覚えておかなきゃいけないんだけど、仮に問題を覚えちゃったとしても、毎回問題文のその指示誘導の仕方をすごく意識して、あ、こういう指示誘導がされてるから要はこういうことを書いていかなきゃいけないんだってことを毎回考えることっていうのがすごく大事になってくるのね。まあ、私も講師になっても11年目になるんですけど、まあ、やっぱこういう仕事やってるから基本的に答案を、まあ、毎年毎年さ、同じような問題何回もこう答案起案するんですよ。でその時にね、やっぱその回答例は見ないですよ。前の年の回答例は見ないでね、まあ、毎回問題文と、あとまあ基本知識は皆さんとなるべく一緒にね覚えようと思って私努力してる方なんですけど、まあ、事前に理解して記憶したその基本知識と、まあ、毎回問題文の指示誘導の仕方を見てね、あ、これ要はこういうことをこういう順番で書くと求められてることに答えた答案になるなってことを、まあ、ものすごい頭使ってね、やってます。まあ、今日今回扱う平成30年の民法の答案なんかももう何回も書いたことあるんだけど、今回は今回でまた今までと全然違う書き方してますのでね、それやっぱ昨日の段階で、まあ、問題文とね、あと基本知識はもちろん事前にね頭に入れても理解して記憶してるんですけど、まあ、それで毎回その昨日は昨日でまた問題文読んで、あ、こう誘導がこうなってるのとであれば、まあこれをこういうことこの順番で書けばいいんだなってことを考えてるんですよね。だから回答例って毎回違ってくんですよ。だからその回答例を覚える勉強しちゃうと、そういう指示誘導に乗るっていう能力が身につかなくなってしまうのね。だから回答例を覚えちゃいけないって話ね。昔の修士試験の時はね、回答例を覚えるっていう勉強もありだったの。それなんでかって言ったら、問題文短かったんですね。なのでその短い問題文の中から、まあ、いろんな知識をこう、ね、広げて答案にこう白紙の答案にこう書いていかなければ、まあ、いけなかったんで、ある程度こういう論点が出たらこういうことが問題となるんだって形で、まあ、自動的にこうある意味芋づる式な感じでね、こう書いていくようなことっても有用だったんですけど、最近の試験って司法試験でも予備試験でもそうじゃないんですよね。ある程度問われてることピンポイントできますから、司法試験でも予備試験でもね。だから回答例を覚えてもその同じ論点が出ても前に覚えた回答例の通りの流れには絶対なんないから、今度皆さん受ける試験はね。だからそういう意味でそんなことやっててもなんか知識つけるっていうにはいいかもしれないですけど、やっぱ本番の試験には通用しないんですよね。だとにかく覚えるべきは、まあ、問題文は覚えてもいいですけどね、まあちゃんと基本知識インプットして毎回その問題文の指示誘導を見てね、何をどの順番で書かなければいけないのかってことをしっかりとこうね、毎回毎回考えるっていうことが大事になってくると思いますね。でそういう勉強してると楽しいんですよね。受験勉強って、まあ、基本的には同じことの繰り返しで精神的にきついはずなんですよ。私もきつかった。同じことを繰り返すのはね、もう退屈だったけど、まあ、この作業は面白かったですよ。毎回基本知識、覚えた基本知識とその問題文見てさ、あ、こここう誘導してるからこうやって書いてみようとか、そこの工夫はねやっぱ楽しいんですよ。そこ創意工夫するのがね、だここは楽しめるところ、唯一ね受験生が楽しめるところだと思いますね。で本番の試験の時はそういう思考をしないと受かんないからね。本番の試験はそのやっぱり初めて見る指示誘導がありますから、そこにね基本知識駆使して答えていかないといけないんでね、まあ、合格するには必須の思考応用になりますからね、これをやってほしいと思います。で4ページのところにちょっと行ってください。まあ、採点実感の意義ということで、これ平成24年のね、公法系の一問、まあ、第1問で憲法のね採点実感なんですけど、ここにこんなことが書いてあるのでご紹介していきます。4ページのね、この
上の方のブロック、まあ、3行ぐらいのブロックなんですけどね、まあ、受験生へのメッセージを送るというコンセプトで公表している採点実感をね、受験生が読んでくれていると思える改善が見られることを喜びたいって、これはだからもうそれ以前ね、これ24年の採点実感だけど、23年以前の採点実感を受験生がちゃんと読んでね、でどういう答案がいいのか、どういう答案が悪いのかって、まあ、ちゃんと理解してさ、そういう例えば悪い答案だって指摘されてるようなことはやんないとかさ、多分そんな感じだったと思うんだよね。あとまあいいことはこうやってくれてるみたいな感じで、でこういう形で試験構成も喜んでくれてるからね。で当たり前なんですけど、試験構成員が喜んでくれる答案と、試験構成員のちょっと怒りを買ってしまうね、散々前からもう昔から採点時間でやるなやるなって言ってることをやった答案とでは当然点数相当違ってきますからね。でそういう意味でこう採点時間って大事で、で予備試験の受験生もぜひ参考にしてもらいたいんですよね。司法試験の採点時間はね、結局その法律の答案を書く、その法律の文章を書く上でやっぱこう大事なことがいろいろ書かれてますのでね、まあ、そういう点で予備試験の受験生もぜひやってほしい。そして司法試験の受験生も必須ね、これを分析しないで合格するっていうのはなかなか大変だと思いますので、ちゃんとやってほしいなと思います。さてじゃあ6ページいきましょう。平成30年民法の第1問ね、これ債権法全般に関わるものでね、まあ、本当に何をどの順番で書けばいいのか、そして問題文の指示誘導だね、債権法の知識があってもそれベタバリしてもまあダメなんでね、まあ、何をどの順番で書けばいいのかっていうのを毎回考えるんですよね。で結果昨日考えた結果、なんか昨年の回答例と私全然違う答案ができましたよあれ随分違うなと思ったんだけどね、やっぱ順番が随分違ってくんだよね。でそこでちょっと問題文見ていきましょう。6ページの、まあ、ところのね、まあ、事実というところを見てください。あこれ実際設問1でね、配点40、全部で100あるうちのね、100点のうちの設問1、これ40が配点ですので、だから結構そこそこの分量をね書かないといけない、まあ、問題なんですよね。あでちなみにこれ債権法改正前の出題ですので、まあ、この授業では改正した債権法ね、今施行されている現在の債権法に合わせた形でお話をしていきますね。ではね、まず事実のところで縦1のところです。まあ、松茸5キロの売買がありましてね、あ簡単にじゃあちょっと概要だけ言いきましょうか。松茸5キログラムの売買契約をするんですよ。でその引き渡しを約束していた日に、まあ、売り主の方ね、要は取りに来てくださいってことで買い主の方に連絡したんだけど、買い主の方がなんか引き取りに行くのに使おうと思ってたトラックがちょっと見当たらないんで取りに行けないんですという形 で結局その約定の日に、まあ、取りに行けなかったんですよ。で翌日、まあ、なんとかねその取りに行く手段ができたんだということで、まあ、それで取りに、行ったんですけど、ところがその松茸が何者かに盗まれて、まあ、亡くなってしまったって話なんですよね。でそんな中で、まあ、買い主は松茸受け取れなかったんだけど、まあ、代金請求できるかどうかっていうね、まあ、そういう話なんですよね。でこれ法的な論点としては、まあ、インプットの債権法のインプットがまんべんなくできている人は、要は受領地帯があったって話でね、これ法的に構成して受領地帯中の物の名質によって、だからつまり目的物がね、受領地帯中に物が名質して目的物引き渡せないのに代金の、ね、請求権の方どうなっちゃうのかって話で、最終的には危険負担の問題がメインになっているということに、まあ、気づけるんですよね。じゃあそんな感じでちょっと問題文読んでいきましょう。まあ縦1のところですね。まず A なんですけど、 A はトラック1台、まあ、これ盗まれちゃった後でね、約定の日に松茸取りに行けなくなっちゃうんですけど、 A はトラック1台を使って、成果物を生産者から買い受け、小売業者や、ね、飲食店に販売する、まあ、事業を、ね、個人で営んでましたと。で縦に平成29年9月10日 A は、ね、B との間で松茸 5kg をですね、あ皆さんに問題です。松茸 5kg これ50万円で、まあ、売買契約してるんですけど、これ売買の性質ってどんな感じのものになりますかねっていうと、まあ、これ特定物の売買ではないですね。まあ、当事者がその物の、ね、個性に着目しちゃうと特定物になりますけど、今回種類と数量だけ、松茸5キロってことでね、種類としては松茸、数量としてはまあ5キロってことで、まあ、種類と数量に着目ね、種類と数量のみ、着目してるんで、種類物だってことが分かると思うんですよね。ということで、まあ5kg 代金50万円で、ね、B から購入する契約を締結しました。で本件売買契約においては、はい、松茸の引き渡しは、同月21日の夜に、B のリンゴ農園のそばにある、B 所有のオツ倉庫において代金の支払いと控えることが、ね、定められましたということですね。これ要は、ね、松茸の引き渡し場所が要はこれ売り主の B の要はほらこれ支配権でしょ、 B 所有の倉庫の、ところにまあ行くわけだから、だから基本的にはこれ取り立て債務の類型に入るんだと思いますね。債権者がこの債務者、ね、目的物の引き渡し債務を負っている債務者のところに、その、ね、債務の履行を受けに行くという類型のものになるから、まあ、これ取り立て債務の
類型になるんだと思います。でこの段階だと実際本番の試験だとね、上からこうやって読んでいくとね、こういうのはどういうところに使うかって全然分かんないんだけど、後々読んでいくとこれ結局受領地帯中の物の名質があったにもかかわらず、だからつまり物の引き渡しができないのに、代金請求できるかどうかっていうのが問題となるというかメイン論点になるんで、そことの関係で考えるとね、結局ですね、受領地帯中の物の名質で履行不能にならないといけないんだけど、その履行不能の判断のところにこれ影響するなってことが分かるんですよね。履行不能になるかどうかって、種類物の場合ってさ、基本的に履行不能にならないでしょ、特定する前は。だけど特定後はもうその売買の目的物が本当にその当該特定した物に定まるん でそれが何者かに盗まれたってことになっちゃうと、それ履行不能になるじゃないですか、物の引き渡し債務がね。なんで、そういう意味で履行不能になるというような状況があったときに、そこで初めてね、物の名質が、物の名質に目的物が履行不能になったにもかかわらず、ね、つまり目的物の引き渡しができないにもかかわらずね、不能だからできないでしょ、にもかかわらず代金請求ができるのかって形で、それで全体的に危険負担の話になっていくんですよね。だからここのところこの段階だと正直何に使うか分かんないんですけど、これが危険負担の問題になるんだってことで、問題文最後まで読んでった段階でこの辺のところが大事になってくるんだなというのが分かってくると思います。履行不能になる前提としてね、種類物が特定しないといけないからね、特定前は不能にならないでしょ、これ基本知識なんでよろしくお願いしますよ、種類物特定する前に履行不能にならないんでね。だからそういう点で危険負担の問題にするってことは、これ名質で履行不能になることが前提になるわけだから、ここで履行不能になったってことをね、認定する前提としてここで特定があったかで、皆さんも勉強されてるから大丈夫だと思いますけど、種類物が特定するかどうかっていうのは結局債務の性質ごとに見ていくでしょ、でこれが取り立て債務の場合だとどうなるかね、一般的にはその分離準備通知っていうふうに言われてますけど、そういうのを検討するので、そこでこの辺のところが大事になってくるんですよね。というわけでこれ取り立て債務っていうのをこれ後で使いますね。とにかく取り立て債務だなということね、これ後で特定の有無のところに使ってね、で特定したおそらく分離準備通知があるんで、特定することになると思うん で特定後に何者かに目的物盗まれてるんで、だから履行不能なんですよ、ね、目的物の引き渡し債務が履行不能であるにもかかわらず、売買の反対債務であるね、代金支払い債務、じゃあそれどうなっちゃうのかね、物の引き渡し受けられないのにお金払わなければいけないのかっていう形で、それで今回のメイン論点のところにこうつながってくるわけですね。で縦3のところですが、同月21日午前11時頃から、ね、午後2時頃にかけて、 B は本件売買契約の目的物とするため、松茸を秋の収穫期に毎年雇っている C とともに収穫し、皆さんに問題です。この C さんの法的地位はどういうものでしょうか、どういった法的にはこの C さんでどういう立場の人なんでしょうかって話なのね。B さん自分だけで松茸をこう収穫するんじゃなくて C さん使ってるんですよね。ってことはこれってある意味 B さんが本件売買契約の目的物の引き渡し債務の履行のために使用している人だってことで、これ履行補助者になるんですよね。ということでこれ履行補助者ってことが分かります。でこれこの段階だとこれ何のためにこれ書いたのか分かんないんだけど、後々これ問題読んでいくと、実はこの C さんが、つまりこのね B さんからしたら履行補助者にあたる C さんのちょっと落ち度があって、それで実は物が盗まれちゃった、その何者かにね、その特定後の末席が盗まれちゃったっていう、ところがあるんですよね。でそこをどういうふうに使うかというと、これ債権法全体の理解ができてないと多分何に使うのか、全然分かんないと思うんですけど、実際に受領地帯中のね、これ超基本知識になりますけど、受領地帯中、特定物が受領地帯中に滅失してしまいましたという時にね、その時その物の引き渡し受けられないのに、じゃ代金支払い請求拒絶できるのか拒絶できないのかっていうのは、567条2項にその規律があるんですよね。でその567条2項の規律によるとね、これ全部基本知識ですからね、こういうのをインプットしてないと答案書けないのは当たり前ですから、だから当然今この9月だからねしょうがないんですけど、もう本当インプットしないといけないと思うんですけど、567条によれば、とにかく受領地帯中にこうブス滅失してしまうとね、それって誰がその滅失の危険負担するべきですかって言ったら、受領地帯してる人悪いじゃないですか。だから基本的には受領地帯してるその、あれだよね、飼い主の方だよね、そちらの方がそのやっぱりこう、危険を負わなければいけない、滅失の危険を負わなければいけないってことになるんで、それゆえに売り主の方が飼い主に代金支払い請求した場合に、その物の滅失を理由に代金の支払いを拒絶できないんだっていう、そういう規律がね、567条2項のところに今あるんですよ。ただその時にその債務者の方に奇跡自由があるにもかかわらず、
ね、つまり売り主の方に既得事由があるにもかかわらず代金支払い、請求を拒絶できるっていうのはこれやっぱり公平ではないから、だからやっぱりその債務者に既得事由があっちゃいけないんですよね。でその時にその今回物滅したのがじゃあ債務者、まあ、今回物の引き渡し債務の債務者って B なんだけど、その時にこの C をね、履行者の C を使ってるんで、まあ、その C がやらかしちゃったことについてまでその債務者である B がまあ責任を負うことになるのかどうかって話ですね。でもし責任を負うことになるんであればこれは債務者の既得事由で物が滅したってことになるから、だからそうなってくるとあのちょっとね債権者にばかりこうあの割を食わせるわけにはいきませんから、まあ、そういう点で代金支払い請求された時にあの拒絶できないって話になってくるんですけど、まあ、そういうところであの使ってくるって話になります。あと一つあのひねりが入っててね、あの受領中地帯中に物が滅失してるんで注意義務の軽減ね、それも合わせていかないといけないんですよね。だから要は話まとめると本件のメイン論点って結局567条の2項なんですよ。受領地帯中の物の滅失があった時に基本的にはまあ代金支払い請求された時にね、その代金支払い請求を拒絶することができないんですね。受領地帯してるあのやっぱりその買い主の方が悪いから、受領地帯中に物が滅失してしまったらそれは受領地帯してる買い主の方が悪いから、売主の方から代金支払い請求された時に、その買い主の方はその支払いを拒絶できないんだって話になってきます。ただし条文上はその、滅失がね両当事者の責めに帰すべき事由によらない時は、まあ、この限りでないみたいな感じのことがあの そんな感じの趣旨のことが、まあ、書かれて、ますので、まあ、そことの関係であのこう考えていかないといけないんですよね。で条文上両当事者の責めに帰すべきあの事由は、まあ、簡単に言ったら無期責という話になりますけどね、まあ、両当事者 の無期責が、あることが567条2項の適用要件になってるんですけど、そもそも債権法全体見回したときにあの受領地帯中の物の滅失ってそれ債権者 の要は帰責事由によるものとみなされるという条文があの受領地帯の項目のところにあるんですよ。だからそれ組み合わせると結局ねちょっと複雑な話になるかもしれないけど、まあ、これ基本知識で押さえておかないといけないからしょうがないんだけどね、567条2項の両当事者の無期責っていうのは結局債務者の、まあ、無期責っていう話になってくるんですよね。だから結局債権者の既得事由が常にあるようなことがもう前提の条文なんで、条文の文言が両当事者の無期責ってなってるにもかかわらず結局そこで検討されるのって債務者に既得事由があるかどうかっていうだけの話になってくるんですよね。ここまで基本知識になりますね。まあ、そういうところをいろいろ組み合わせて、でほら大変でしょ、だから何をどの順番で書くのかってすごい迷ってくるじゃない。だからこそあの回答例覚えちゃダメなのよね。毎回問題文見てね、でちゃんと基本知識は入れとかないとダメなの。こういうねあの種類債権の特定とか、あとこの危険負担のルールとかね、あと受領地帯 あの、まあ、ルールとか、そういったものは頭の中に入れとかないといけないんだけど、毎回問題文見て何をどの順番であの書くべきなのかってことを考えていかないとね、本番の試験でいつまでたってもこう通用しないんですよね。でちょっと基本知識がまだ入ってない人、正直今の話厳しいはずなんですよ。なんで心配しないでください。今日はねやっぱりいろんなあの学力の人が来てるのは想定してあのやりますんでね、今日はあの今の話が全く分かんないって人にもちゃんと分かるようにこれからお話をしていきますね。でも危機感を持ってほしいのね。あのちゃんとインプットしてそれをちゃんと論文の勉強に使えるような形の質で勉強してないと結局何の役にも立たないって話なんでね、まあ、そこで、ちょっともうちょっとじゃあ丁寧に見ていきます。じゃあ今度ね、縦3のところ今途中だったんで読んでいきましょう。同月21日午前11時頃から午後2時頃にかけてね、 B は本件売買契約の目的物とするためのね松茸を秋の収穫期に毎年雇ってる C とともに今収穫で、これを倉庫に運び入れね、で午後4時頃にはね本件売買契約の約定に合う松茸 5kg の箱詰めを終えましたと。でそこで B は直ちに引き渡し準備が整った旨を、ね、A に電話で連絡したところ、 A はね同日午後8時頃を倉庫で引き取る旨を、ね、述べて、まあ、これを了承しましたと。あちなみにあの特定してますか皆さん、この縦3の問題文読んでこれ種類債権特定してますかね、まあ、要は分離準備通知ですよね一般的にはね、分離準備ありますかねっていうと、まあ、松茸収穫してで落ち倉庫運び込んでで箱詰めしてるから、まあ、その引き渡しすべき松茸とそうじゃない松茸は箱詰めによって、まあ、分離されましたよね。で箱詰めって多分同時に準備にもなると思うんですよ、引き渡しのための準備にもなると思うので、まあ、分離と準備はまあここで認められますよね。そしてあの通知も、ね、電話でなんか連絡してますので、まあ、通知もありますから、だからここで種類物、ね、今回の売買の目的物たる、まあ、種類物ここで特定しますから、だから以後それが滅失すると履行不能の問題になるんですよね。で履行不能の時は基本的には、まあ、あのもちろんあの債務者に既得性がある時は債務履行の問題になりますけど、そうじゃない時は基本的には危険負担の問題で、処理されることになりますからね、目的物の引き渡しができないにもかかわらず、じゃああの反対債務のね総務契約における対価関係にある反対債務の総務あの代金支払い債務がどうなるのかって形で危険負担の問題でそこ
こう処理されますので、まあ、そういうところがね、ここでもうこの辺のところから想定できます。基本知識が入っている人はだからこの段階で、あ、これ債務不履行か危険負担になるなという話で想像つくんですよね。でこの後現にブツが滅出して、でなんかちょっと債務者に奇跡性あるのかないのか、まあないのかなっていうふうになったら、これ危険負担の、まあ、問題で聞いてるんだろうなってことが、この辺のところから基本知識が入ってると分かってくるんですよね。でこうやってだんだん答案構成というのがこうできてくるわけね。頭の中でこう答案構成というのができるようになってくるんですよね。でこれをだから回答例を覚えちゃうとこういう思考ができないからダメなのね。本番の試験の時は本当に事前のインプットの知識と問題文しかなくてね、でそれで毎回頭使って考えていかないといけないから、これ本当回答例を覚えたら最後ですからね。もう力伸びなくなっちゃうからね。覚えるべきは基本知識と、あと問題も覚えてもいいですけどね。問題も覚えたらね、あとはもう電車の中とか歩きながらでもまあいいから、なんか思い出してみてさ、事実こういう風になってたから、うん、これこの順番でこれをこう書いたらいいのかなとか、そんな感じのことを考えるのは面白いと思うんですけどね。回答例は覚えちゃダメです。さてでそんな中で今度縦4のとこですが、午後6時頃にですね、 A が、まあ、その約定の日なんですよこれね、引き渡し の、 約束の日なんですけど、その午後6時頃 A が松茸を引き取るためにコートラックで出かけようとしたところ、自宅前に駐車していたコートラックが、まあ、なくなっていましたと、ここから先受領地帯があったってことを読み取ってほしいのね。A はこれ今回ね、債権者目的物の引き渡し債務を今基準にね、債権者債務者っていうのをちょっと考えてるんで、この A さんっていうのはまあ買い主なんで、目的物引き渡し債務の債権者なんでね、この債権者に受領地帯があるかどうかっていうのはちょっと読み取ってもらえればと思うんですが、まあ、そこで縦4の2段落目です。A がすぐに電話で事情とともに松茸の引き取りが遅れる旨を B に伝えたところ、 B からはねしばらく待機している旨の返答がありましたと。まだこの時点だと受領地帯があるかどうか分かりませんよ。引き渡し期日は縦2のね、問題文の縦2の3行目によると21日の夜なんですよ。で今21日なんですけど、まだ午後8時だと、まだ午後6時だとまだ夜始まったばっかだからね、だからまだ直ちに受領地帯になってるわけじゃありません。でもうちょっとだからこのね、縦4の2段落目をもう少し読んでいかないといけないんですけど、 A がすぐに電話で事情とともに松茸引き取りが遅れる旨を、ね、B に伝えたところ、 B からはしばらく待機している旨の返答がありましたと、ね、だその日の夜に取りに行けばまだ受領地帯にならないんですけど、その後 A は自宅周辺でコートラックを探したが、まあ、見つからなかったと。そこでA は午後8時頃でも今日は引き取りに行けないってもはっきり言っちゃってるからね。だからこれも約束の、要は今日21日なんですけどね、約束の21日なんだけど、もう確実に履行期に取りに行けないってことがここで明らかになりました、ね、今日は取りに行けないが、具体的なことは翌朝改めて連絡するので電話で B に伝えましたという感じで、だからこれでまあもう受領地帯になっちゃうんでしょうね、実際実質的にはね、まあ、正確に言えばその日が経過したところ、まあ、夜が終わったっていうところでね本当は経過って話なんでしょうけど、まあどちらでも取りに、そこでじゃあ取りに来たんだったら話はさ、そこを検討しないといけないけど、別にもうそういう事案じゃないからね、そんな細かいことを見ても試験構成員はそんなこと聞いてないはずだからね、この問題でそういうこと聞いてないはずだから、でもこれで受領地帯があったなという話でね、その問題文で問われていることを意識するとそこで認定できると思いますね。そして今度今ちょっと先にね、の話しちゃうと、受領地帯中の物の滅失があった時にね、まあ、目的物の引き渡しができないにもかかわらずね、まあ、特定 物が特定してるからね、それで滅失しちゃうと履行不能になるんですけど、まあ、それプラス受領地帯中のは物の滅失ですね、で目的物の引き渡しができないにもかかわらず、じゃあ代金請求できるのかどうか、代金支払い請求されたのに対してね、その買い主の方は履行拒絶ができるのかどうかっていうのが、まあ、問題になってくるんですよ。だからいよいよこうね、テーマ本題の方にこう入ってくるわけなんですよね。じゃあそこでちょっとこの後見ていきましょう。建物のところですね、B は、A からこの電話を受けて、引き渡しに備えて落ち倉庫で待機していた C に引き上げてもよいまでね、まあ、これ C さん B さんの履行補助者ですね、C に引き上げてよいと伝えたと。その際 B は近隣で農作物の、ね、盗難が相次いでおり、警察からの注意喚起もあったことから C に対し、ね、客に引き渡す高価な松茸を入れているので、落ち倉庫を離れるときには、ね、普段よりもしっかり、まあ、施錠するよう、まあ、指示をしました。で、落ち倉庫は普段、簡易な錠で、まあ、施錠されているだけでありましたが、 C は、ねまあ、B の指示に従って、まあ、強力な倉庫錠も、まあ、利用し、ね、二重に、施錠して、ね、それで、まあ、書いたと、まあ、いうことになりますね。まあ、この日は特に問題なかったんですよ。ただ後で、ね、ちょっと C さんの不手際でこの特定した目的物が全部滅失、いや何者かに盗まれてしまってね、それで目的物の引き渡し債務が履行不能で、なってしまうんですけどね。でそういう時に代金支払い債務、反対債務、売買契約のね、総務契約の反対債務の代金支払い請求権どうなっちゃうのかって形で問題になってくるんですけども、まあ、そんな感じでちょっと続き読んでいきましょう。まあ、縦6のとこです。
同月22日午前7時頃 A は B に、車を調達することができたので、午前10時頃にね松茸を大津倉庫で引き取りたい旨、電話で伝えましたと。で B は、朝の作業を C に任せて、自宅にいたため、A が車でねまず B の、自宅によって B を同乗させて大津倉庫に、行くことに、なりましたってことね。22日なんでこれもう履行期日が過ぎちゃってるんですよね。だから厳密に言うと履行地帯なんで、別になんかこれでさ履行地帯で損害賠償しようと思えばね、あの売り主の方できるんでしょうけど、だけどそんなこと聞いてないんですよこの問題ではね。だからそういうことをまず答案に書いちゃいけないよね。一般的な勉強をしてればさ、一般知識としてはこれ履行地帯なんですけど、だけどこんなことを問題文全体見て読んだら分かるんだけど、一切聞いてないっていうのが分かるからね。だからそういう時にやっぱ基本知識入れるのってすごい大事なんだけど、その何をどの順番でやっぱ書くのかっていうのを毎回考えないといけないよね。あこういう時にじゃあ履行地帯だからじゃあ損害賠償だとかってやっちゃうとね、もう全然問われてないことを書くことになって、点数もちろん配点されてませんから、あの問われてないことには、問題文で聞いてないことには配点がされてないんでね、どんなにあの時間と答案用紙を、かけてもね一点にもなりませんのでね。そこでね、今もうあの引き渡し債務に関してね、特にこうねちょっと遅れちゃってますけど、縦7、 A は代金として B に支払う、50万円を持参して、同日午前10時過ぎにね B と大津倉庫にね到着しました。でところがね、大津倉庫は扉が開けっぱなしになっており、収穫した農作物がなくなっていたって話なんですよね。で縦8のところにね、その農作物がなくなっちゃった原因があの書いてありまして、見ていきましょう。でここはの先にちょっと予告しておくと、結局ね、あの債務者の記責事由があるかどうかということを判断するのにあの使ってきますね。でその時あの履行補助者の C さん の、 あの過失をね、その不手際を、その債務者本人の、B さんの不手際のところにこう侵爵できるのかどうかという形であの問題になってきます。で先にもっと大きなあの法律構成っていくと、受領地帯中に特定物が滅失した場合ね、その場合その滅失の危険はやっぱりその受領地帯をした買い主がね、債権者が負うべきですので、目的物引き渡し債務の債権者である買い主が負うべきですので、基本的には売り主の方から代金支払い請求されたら買い主はその履行拒絶できないんですよ。だけど物の受領地帯中に物が滅失した場合は、今ごめんなさい話が繰り返しになっちゃうけど、受領地帯中に物が滅失した時はその拒絶ができないんですけど、だけど債務者に記責事由がある時は拒絶できるって話になってくるわけね。そんな感じでちょっと見ていきましょう。縦八のところです。警察の捜査により、収穫作業道具を、取り出すために大津倉庫に入った C さん、これ、債務者 B さんの履行補助者です。で、同日午前7時頃、同月21日の夜に、B からその受けた指示、要は最近ほら盗難が多いからさ、ちょっと鍵厳重にかけろって、言って、でその日は二重に鍵かけたの。普段は1個しか鍵かけないんだけどね、普段よりちょっと厳重に二重の鍵かけたんだけど、今回ちょっとうっかり忘れちゃったということで、うっかり忘れ、リンゴ農園での、作業のため普段通りの、でもちゃんと簡易な乗はしてるんですよ、でここで何聞いてるか、皆さんこれ試験コサイン、これ何聞きたいと思ってます？この事実関係出したことによってっていうと、受領地帯中って債務者の注意義務が軽減するんですよね。基本的に物が特定した後ってさ、400条でさ全館注意義務ね、多いでしょ。物の保管について物の保存について、全館注意義務多いんですけど、受領地帯中って軽減注意義務が軽減されて、事故の財産に対するのと同一の注意でいいわけなんですけど、だからそこのところ見てほしいって話なんだよね。だ1個鍵かけ、もう1個も鍵かけてないというと、それじゃ明らかに債務者に奇跡性あることになるんでしょうけど、履行補助者の過失をね、その債務者の過失に侵爵できるってことを前提にね、1個も鍵かけてないってなったらね、ちょっとそれはさすがに過失があるって話になってくるんだけど、今回ちょっと軽減されてるからね、全館注意義務から、事故の財産に対するのと同一の注意でいいって話になってくるから、で一応1個鍵かけてるじゃないですか。だからであればこれって事故の財産に対するのと同一の注意はしてるんじゃないかなってことね、結論はどっちでもいいんだけど、そこを皆さんに考えてほしいからこういう問題出してるはずなんだよね。ちなみに皆さんに問題です。これ受領地帯の効果の一つとして今お話した、注意義務の軽減というのがあるんですけど、他にどんな効果がありましたっけっていうと、いくつか、他にもありますよね。例えば他にはその危険の負担の問題とか、あと弁済供託ができるとか、その他効果がいろいろ条文であるじゃないですか。でその時にね、覚えたこと全部書いちゃいけないってのでよくわかるでしょ。受領地帯の効果って複数本に書いてあるんだけど、今回使うのってね、ピンポイント、まさに注意義務の軽減しかいらないんですよ。それ以外のことをなんか覚えたからっつって丸暗記してることはそのまま答案に書いちゃっても、そこは聞かれてないから点数になりませんから、だからそういう意味でね、何をどの順番で書くのかっていうのを問題文から判断できるようにしとかないといけないのね。でそのためには前提として、インプットの理解と理解と記憶ができてないといけませんね。インプットの理解としては、あと記憶としては、受領地帯の効果は全部頭の中入ってることが
前提になりまして、でそれであとは問題文見て、あ、今回はここの効果のところを使うんだという判断を、まあ、していかないと、まあ、いけないんだよね。でその判断できないとやっぱりこうね、あの配点基準に採点基準に乗らないから、そんな答案作っちゃってもね。だそういう意味で、毎回問題文見てね、事前の基本知識で理解と記憶をしたことプラス問題文見てね、今回何を書かなきゃいけないのか、しかもどの順番って、どの順番ってすごく分かるでしょ、この問題やってるとね。毎回相当頭使うはずなのよね。でそれだから、あの昨日私が作った回答例ってね、その昨年作ったのと全然順番違うんですよ。検討してる論点は一緒なんだけどね、書く順番が随分変わってきましたね。どっちでもいいと思うんだけど、あの理論が通ってればいいんです。結局ね、論理が通ってればいいんで、まあ、昨年は昨年で OK だと思うんだけど、昨日見た時にね、なんかもうちょっとなんか、あの昨日はねちょっと思ったんですよ。あの今日作ってる回答例、今日これから後でご紹介するね回答例みたいな感じで、あのちょっと思いました。まあ、そんなことで今度で縦9のところ行きましょう。あ、そうか、縦9のところ行く前に縦8以外の途中でしたね。あの縦8のところでもう一回じゃあ最初から読んでいきましょうかね。ちょっと間が空いちゃったからね。縦8、まあ、警察の捜査によりね、収穫作業道具を取り出すため落ち倉庫に入った C が午前7時頃、まあ、朝っぱらですね、まあ、その21日の夜に B から受けた指示を、まあ、うっかり忘れ、リンゴ農園の作業のため普段通りの簡易な錠のみで施錠して落ち倉庫を離れたところね、その時からこのね22日の午前10時次に A と B がね、オツ倉庫に到着するまでの間に、何者かがその錠を壊しね、オツ倉庫内の松茸、リンゴなどの農作物が全部ね盗み去られてしまったことね。まあ、これのところからこの C さん、まあ確かにこうね一個ちょっと鍵書き忘れちゃってるんですけど、で一応まあこの履行保持者の過失を、まあ、債務者本人の過失にも使えることにしておきましょう。まずはね、ここではちょっと話を簡単にするため。でそれでもなお、じゃこれ事故の財産に対する同一の注意を尽くしていたのかどうかね。全館注意義務は尽くしてないの間違いないですよね。だけどもう今全館注意義務じゃないんで、あの受領地帯によっても注意義務が軽減されてますからね。だから果たしてこの事案でこの事故に対する同時の注意を、ね、尽くしていたのかどうかというところを、まあ、検討するのが配点になって、あのかなり、ね、大きな配点がされているはずなんですよね。まあ、ある論点にどれぐらい配点がされているかって問題文の事実関係から決まってきますね。で今回のこの書きぶりからしたら、このねやっぱその注意義務尽くしているか尽くしてないかは相当配点されているはず、ここのところはね。だけど今度皆さんが受ける試験でまた同じようになんか受領地帯が出たとしても、そのね、注意義務のところに配点がこんなに振られてるかどうかは分かんないんですよ。その問題文の書き方で変わってくるから、ね、どれぐらい配点されてるかがね。でも今回少なくともこの縦8のところと、あともともとほら盗難が あるから鍵かけちゃんとしとけみたいなことを縦5のところで言ってるから、だから縦5と縦8、ここがもう全部注意義務 の認定に使うところになるから、これも相当メイン論点なんですよね、本件では。少なくとも他の問題は関係ないですよ。少なくともこの問題では注意義務の検討はめちゃくちゃメイン論点なんですよ、ね、でこういうところ食らいついていくっていうのが大事になってきます。 あとね、ちょっと皆さんに心配しないでほしいんだけど、論文試験で満点取んないでも受かるんですよ。出題の趣旨とかね、あと司法試験だったらさらに採点時間出してくれてますね、まあ、予備試験だったら出題の趣旨だけなんですけど、でもあそこに書かれてること全部完璧に書けなくても合格できまして、法務省のホームページに合格者の点数貼ってあるか公表してるから一回ちょっと見てもらったらいいんじゃないかと思うんだけど、満点を基準にしたときに半分も取らないで合格してるんですよ。だから、まあ、実際にはね別にそんな全部のことは完璧に書かなくてもいいんですけど、だけど逆に言うとね、全部のこともともと完璧に書こうと思ったら、まあ、民法なんかめちゃくちゃもともとほら覚えるべきこと多いから大変じゃないですか。でおそらくそんな勉強できないんですよ。なんか論文試験で出された問題論点全部書けるような勉強なんて事前におそらくできないと思うから、じゃあそうなってくるとどこで合否が決まるかって言ったら、その当該事案のメイン論点ちゃんと書けたかどうかって話になってくるんですよね。でそういう点では今回だったらこの注意義務のところね、もともとこの注意義務 の検討する前提としてちゃんとその法律構成はね、この危険負担の問題の中でそれやっていかないといけないんですけど、まあ、でもそこの大枠、その法律構成の大枠が築いて、そしてその事実認定のところで、ね、そのメイン論点とまあ思わしき、ね、今回で言えばこの注意義務 の認定のところですね、まあ、そこのところさえやればね、もう余裕で半分ぐらい点数取って余裕で合格できますからね。でもそこでなめちゃいけないのね、その半分取るのって本当に日頃の勉強を相当頑張らないといけないんですよ、ね、こう今ちょっと簡単なような感じに聞こえちゃうかもしれないけど、そのまずここがメインだって気づくのに相当普段勉強しないと気づかないと思うからね、そういう見方できないでしょ、問題文見てね。これやっぱ基本知識の理解が相当できてるからこそ、そういう見方が
ができるようになってくるんでね。だからそこの努力はしっかりやってほしいのね。だから半分取れれば合格だって、そこはいいんですけどね、確かにその通りなんだけど、その半分取るのに相当な努力が必要だって話なんだよね。ここ自力で自分で気づけないといけないわけだからね。で、初見の問題の時はもちろんどこがメインで聞かれるか分かんないですから、そこを気づけるような理解と記憶をねしとかないといけないって話になります。少なくとも本件はね、この注意義務の検討のところしっかりできたら十分半分取ってね余裕で合格できるはずです。司法試験でも予備試験でもね大丈夫なんですよ。もう半分取ったら余裕で合格なんですよ。司法試験でも予備試験でもね、論文試験の満点基準にした時にね。さて、で今度縦級なんですが、いよいよ当事者の主張がやっとここで出てきますね。縦級、その後これ B さんっていうのは売り主であります。松茸をね、C さんを履行補助者として使ってね借り取った人ですけど、 B はその A に対し本件売買契約の代金50万円の支払いを求めましたと。ちょっとこれ丁寧にここ見てほしいのね。当事者の主張って答案に何を書くべきかっていうことを決めるのにもう決定的な要素になるからね。だからまず B は A に今回の売買の代金50万円の支払いを求めてます。これ法的根拠なんですか？これ売買契約ですよね。本件売買契約ね、松茸、5キロ50万で売るって売買やってるんで、それが根拠ですね。でそれに対してこの A さんはですね、A さんこれ買い主なんですけど、 A は、B が松茸 5kg を引き渡すまで代金を支払わないと述べました。はい、皆さんに問題です。このここね、 A さんね、今度これ買い主ですけど、それはね、 A さんの主張としては B が松茸 5kg を引き渡すまで代金支払わないというのは述べてるんですけど、この法律構成なんですかっていうとね、これね、問題文の事実関係を踏まえなければちょっと複数あり得るんですよね。問題文の事実関係を踏まえなければ、抽象的に今見ればこの主張は聞くとって、売買契約の場面でさ、債務の履行を求められた時にさ、反対債務の履行されるまで自分の債務履行しないって言ってるから、抽象的に言ったらまず同時履行の抗弁権ですよね。あともう一つは危険負担なんですよ。まさにその、物が、ね、滅出したにもかかわらずですね、つまり物の引き渡しを受けられないにもかかわらず代金支払い請求を受けた時にその、ね、履行拒絶できるかどうかって形で危険負担なんで、一応こう基本知識が入ってるとね、これ2つ、この主張2つに法律構成できますね。同時履行の抗弁権の主張してるのか、だっていう、法律構成と、あともう一つがその危険負担のね、主張してるんだって話で、ただこれをね、これ今事案離れた一般的な話なんですよ。これをその事案を即した、要は理論構成、法律構成しようとしたら、じゃあどっちなのかっていう話なんだけど、これもう物特定してね、物が特定して、でそれで滅出してるんで、もう履行不能じゃないですか。なので以後もう物の引き渡しがされるってことはもうないんですよ。で同時以降の抗弁権で普段どういう時に使いますっていうと、基本的には一時的にほら相手の権利行使を阻止する時に使うでしょ、同時以降の抗弁権っていうのは。永久的にね、相手のこの請求を否定する時って同時以降の抗弁権使えませんよね。なので今回ね、同時以降の抗弁ではないんですよね。問題文の事実関係からしてね、これも永久に拒みたいと思ってるわけ、一時的になんか相手の請求を阻止しようと思ってるわけではないんですよね。特にほら皆さん民事訴訟法、ちょっと民法じゃなくて申し訳ないですけど、民事訴訟法の学習をしているときに、証明責任のところでさ、民法の実態法上の規定の性質を4つに分けるじゃないですか。権利根拠規定とかね、権利障害規定とか、権利消滅規定とか、そして4つ目でさ、これ2回試験とかね、司法研修所とか裁判所の立場はそうなんだけど、権利阻止規定っていうのがあるのね。学説は権利阻止規定っていうのを障害事由の方に入れちゃうんだけど、でも実務ではね、あと皆さんが司法試験に受かった後の2回試験の時もそうなんだけど、権利阻止規定っていうのを観念してるんですよ、判例実務とか司法研修所ではね。でその権利阻止規定っていうのはどういう時に使うのかというと、権利障害規定と違って、つまり永久的に相手の権利をこう障害する、拒むっていう時じゃなくて、一時的にね、相手の請求を拒む時に使うんですけど、典型的なのはまさに同時以降の抗弁権ですとか、あとは留置権の主張なんかもね、権利阻止規定に入れてるんですけど、そういう形でね、やっぱその相手の主張を、相手の請求を永久に拒むのと一時的に拒むのとではやっぱ性質が違うんですよね。なので、同時にも抗弁権ってやっぱその一時的に拒むって話でありまして、で今回その物滅出しちゃったんで、おそらくこれその、いわゆる再履行されることがないのね、新たにまた売買契約しない限りね、だからそういう点で、これは同時履行の抗弁権のことは一切聞かれてないなっていうことを気づかないといけないの。ちなみにね、出題の趣旨には同時履行の抗弁権なんて言葉は一言も書いてありません、この問題の出題の趣旨にはね。で採点時間にね、悪いとはのれで書いてあった、
この問題で同時項の公弁権を書いた人がいるけどこんなの意味のある記載じゃないよっていう形でやられてましたよね。でここなんで同時項を書いちゃったかって言ったらまさにさこの字面だけ見ちゃったの。このだって確かに縦球のこのね主張だけ見たら他のところ全部すっ飛ばしてここだけしか見なかったらだって同時項の公弁だってありえるわけだから一般的にはね。売買契約って要は総務契約だから、まあ、2つね債権債務が対立してるわけですけど、まあ、一方の債務求められた時にこういう形でね同時項を言えるじゃないですか。だからそういう点であの同時項の公弁ってあの構成はできるんですよ。だけど今回の事実関係見た時にそれは意味がある法律構成じゃないんですよね。全く無駄な法律構成になっちゃうから、だからそんな主張するわけないんですよね無駄な法律構成はね。ということでこれがまさにあの毎回ね基本知識はちゃんと理解してあの記憶しておかないといけないんですけど問題も見てあ事実関係がこうなってるとかあと当事者の主張がこうなってるからだから何をどの順まで書かなければいけないのかっていうのを毎回、まあ、考えていかなければいけないってことになってきますね。こういう訓練をねずっとやるんですよ。あのひたすらあのさっきほらあのちょっとすいませんね収録外でやっちゃったんでねちょっとこの、収録の講義だけ聞いてる人は知らないとあの知らないはずなんですけど、まあ、さっきねちょっと合格者の方が、まあ、来てくれてで、そのもうひたすら同じことの繰り返しね、でこの取材の人採点実感をちゃんと自分答案書いたとそこを埋めるわけですよね。弱点をちゃんと認識し、でそこを克服するっていうことをやると。でその時に基本知識が理解できてないってことを、まあ、大体認識できるからそこでちゃんとインプットするってこともこう頑張ってね、まあ、ひたすらあのそんな感じでね、まあ、やっていくということになりますね。わかりました。大体勉強の仕方も見えてきたでしょ、ね、ここ表面的な勉強しかしてないともう絶対同時事項の公弁権と思っちゃうから。だけど意味がない、この事案では意味がないんです このねこの事案ではね。でそういうことでこの後ね B はでこの後縦切るところね、その同時事項の公弁じゃなくてこれ危険負担の履行拒絶してると思うんですけど、でこれに対し B は一度きちんと待ち酒を用意したのだから、まあ、応じられないと反論したということで、ここがもう決定的なんでしょうね。もう二度と私は待ち酒はあなたに渡しませんよっていうあの主張でもあると思うんですよ。ここのところねもう一回ちゃんと準備してね、でしかもあの特定してるから多分おそらくもうあのもうこれ履行不能であんたのせいでしかも履行不能だと、その受領地帯やったあんたのせいでまあ履行不能なんだから私も絶対に用意しませんよっていう話だと思うからね、まあ、問題文の事実関係全体と の兼ね合わせで見るとね、でこの辺のところからこれ絶対同時以降の公弁権じゃないなというのが分かるんですよね。一時的に権利を阻止してるあの話じゃないと思うからね。で結論としてはそういった履行拒絶の話をする法律構成としては同時以降の公弁権が危険負担がありえますのでね、まあ、ちなみにこれ債権法改正前だったんで危険負担の効果って別にあの履行反対債務の履行拒絶じゃなくて反対債務の消滅だったんですよ当時はね。だけど反対債務が消滅するというのはイコールあの事実レベルにそれをあの引き直せば、まあ、結局反対債務の履行が拒絶できるのと同じだからね。だからそういう点ではその債権法改正の前後を通じてその別にあのそのなんつうかなこの問題文であの書くべきことって別に何も変わらないんですよね、まあ、そういうことで、だから少なくとも同時に公弁書いちゃってのは良くないんですよこの問題でね。その事案を見てないって話で、表面的にしかあの事案が分析できてないって話ね。さてじゃあそんなことでね、8ページをご覧ください。取材の趣旨、出題の C 行く前にあの今日は答案の書き方を教える講座だから、ね、講座なんでね、あのさっき冒頭にあのまず自分で答案構成して答案書いたら出題の人採点実感と見比べて、で自分がほらなんかさできてないことがあったらそこメモしていてくださいって話であの言ったじゃないですか。でもし皆さんこの問題見て同時以降の公弁をじゃあやっちゃいましたとね、答案構成とかじゃあ答案に同時以降の公弁権書いちゃいましたってなったらしたらそれがまさに改善点なんですよ。ちょっとページ飛びましてね、その点に関しましては、16ページをご覧ください。第2の4、改善すべき点の確認っていう話でね、だから今回この問題見てさっきの主張を見て同時以降の公弁権だと思っちゃった人はこういう形で復習してほしいんですよ。それが16ページでね、第2の4のコメントのとこです、まあ、一度自力で答案を作成した後にね、改善すべき点が何であるかは、まあ、これは皆さん一人一人ごと間違うわけなんですけど、まあ、今回試しにね、まあ、講義の便宜上じゃ一つそれをあの想定しますと、例えばね、例えばという段落16ページのね、2段落目、例えば設問1の問題文の9のさ、B が松茸 5kg を引き渡すまでは代金を支払わないとの A の発言から、本問は同時項の公弁権が問題となると思って答案を作成、したけれどね、まあ、趣旨や実感読んだら、まあ、実はあのそれが言及、ね、する必要がないんだってことには気づいたとしますよね。したらこれがまさに改善点ね、この場合の改善点にしたまず本問を回答するにあたって、まあ、同時項の公弁権に言及する必要がない理由を納得することなんですよ。これ納得しないですっ飛ばしちゃうと同じような質のミスをね、全く同じミス、あるいは同じような類のミスをやることになります。問題文を無視して要は一般的な知識であのその当事者の主張を組み立ててしまうという類のね、本番の試験では絶対やっちゃいけないそういうことを繰り返すんですよここね。というわけでその理由を納得するということね。
こういう指数がね、こういう質の勉強してほしい。で、その上でどのような法律構成による回答が求められていたのかを理解してね、で、その理解を答案に表現するっていうことになってきますね。で、この過程で大体インプットのね、勉強がやっぱ足らない、要は理解不足だね。理解不足、いや、記憶不足だっていうのが大体なんですよ。なんで、まあ、インプットの勉強と同時並行してやっていかなければいけないって話ね。まあ、正直、本当、答案の書き方、最近特に司法試験ね、合格率すごい、令和3年 40% 超えちゃったんだけど、やっぱ最近の、やっぱりその受かりやすい試験で受かれないっていうのは、本当に基本知識だと思う。もう答案の書き方どうのこうのレベルじゃないと思うんだよね。あとは予備試験はね、やっぱ相変わらず大変なんですよ。受験生が多い割に合格者が少ないけどね、まあ、ちょっと望みがあって少し合格者が増えましたね。令和3年の担当試験だけどね、この時点でまだちょっと論文試験の合格発表がまあ出てないんだけど、昨年よりねちょっと担当試験の合格者が増えてるから、まあ、多分論文試験の合格者も増えるんじゃないかというふうに、まあ、思われますけど、だけど、まあ、合格率低いとはいえ、満点を基準にしたときに、論文試験で、さっき言ったようにね、半分も取らないで合格できるんですよね。だから、そういう意味では、やっぱり、答案の書き方どうのこうのというよりは、基本知識ですよね。そこのところね。もちろん、書き方がちゃんとしてる人として、してない人といえば、してる人の方が、もちろん有利なのは当たり前なんですけど、そこのところの飾りの部分のところを、まず磨く前に、そもそも中身が大丈夫なのかと、その基本知識のところがね、まあ、大丈夫なのかっていうところで、そこを埋めてくれればね、今、そんなにテクニックいらないと思うんだよね。合格者の点数考えて見たときにね、予備試験でも司法試験でもね、だ本当にこの知識が大事ね。だ少なくとも今の問題で同時以降の公勉権だと思っちゃった人は、まあ、それはやっぱり基本知識が足らなすぎますよ。その理解がね、足らないんですよ。その言葉が知ってるかどうかっていうだけじゃないから、司法試験とか予備試験はね、それをちゃんと事案の処理に使えないとまあいけないんですけど、まあ、そこは明らかに基本知識の勉強不足ですよね。理解と記憶が足らないという話になってきます。だそこ克服すればいいのね。でこういうために趣旨と実感を見るんですよ、ね、これ気づくでしょ。で同じような態度にミスしなくなると思いますからね。さてじゃあちょっと趣旨と実感を見ていきましょう。8ページご覧ください。8ページまずねちょっと取材主を抜粋したものを、ご覧ください。で設問1ね、一応債権法改正後に使えるようなところだけ抜粋しておきました。これ債権法改正前に、ね、出てるやつなんだけど、債権法改正後にも役に立つところをちょっと抜粋したんですよ。で中身いくと、設問1は種類債務の特定と危険負担、ちなみに同時以降の公弁権なんで一言もどこにも書いてないからね、元の文章にもね、抜粋してない全文見ても一言も書いてないですからね、同時以降の公弁権なんでね、種類債務の特定と危険負担、あと協議の履行補助者の過失、弁済の提供またはね、事業地帯もしくは事業義務違反なんですね。これ要はね、今で言うと要は事業地帯があると注意義務軽減するわけなんですけど、でその注意義務軽減の効果が実は債権法改正前はね弁済の提供と、その事業地帯がこれ表裏の関係にあるんだってことで同じ効果が両方から出てたんですよ。だから今回その注意義務の軽減っていう効果を導くにあたって改正前は、まあ、それを弁済の提供っていうところから導いてもよかったし、その債権者の方にねこれ焦点合わせて、まあ、事業地帯っていう観点からね法律構成から、まあ、注意義務の軽減導いてくれればよかったんですけど、まあ、今は基本的に事業地帯の効果からね、債権法改正されて事業地帯の効果として注意義務の軽減が明文化されてるんで、まあ、そこを書いてくれればいいと思うんですよ。あとちなみに事業義務違反という表現はこれ事業地帯の法的性質を一般的な見解じゃないんですけど債務履行責任説っていうふうに捉えた場合の表現ですね。まあ、その場合は事業義務違反ということになってきます。まあ、通説は債権法の改正の前後で事業地帯に関しては変わってなくて、ここは相変わらず法定責任説を取ってますね。まあ、基本的にはね債権法改正って、ね、契約の拘束力をすごく、まあ、重視する観点から改正したんで、債務者には結構厳しい改正がされてるんですよ。債務不履行責任をだから結構厳しく認める方向ではなってるんだけど、債権者を厳しくするような改正ってあんまりやってないんですよね。で事業地帯ってだからこれ債権者に不利益を負わせる制度だから、だからここはあんまり実質的には変わってないんですよね。まあ、そこでだから相変わらずこの法定責任説、別に事業地帯はね債権者の債務不履行っていうのは別に構成する見解が一般的になってるんじゃなくて、まあ、債権者には別にその厳しい改正がされてませんので、まあ、そういう点で相変わらず法定責任説がその法改正の前後を通じて、まあ、通説になってるという話ですね。まあ、矢島の促進プト講座の方でねこういうお話はしてますけどね。で、まあ、いずれにしろ注意義務の軽減というのを出してほしいんです。ということで、まあ、3行目ほらその効果として、目的、ね、債務者の目的物の保管義務の軽減、要はここを出せればいいんですよね。
ここのところを出せればね、目的物の保管義務の軽減で、その後の太字のところで、その対価期限の債権者への移転というのは、まさにあの物の引き渡し受けられないのに、ね、債権者は目的物引き渡し債務の債権者である松崎の飼い主はもう不能になっちゃってるから、滅失して利己不能になっちゃってるから、物の引き渡しを受けられないにもかかわらずお金を払わなければいけないのかっていうね、代金の支払いをしなければいけないのかっていう意味での滅失の危険、それがどうなってるのか、どっちが今危険負担する状況になってるのかっていうね、まあ、そこなんですよね。ということでね、でこのあと4行目の途中のところですが、まあ、等などといった債権法の複数の制度規定について、まあ、基本的な理解ですよ、本当には基本的な理解ができていれば同時以降の公弁権なんか絶対書けませんからね、まあ、基本的な理解ができているか、その理解を具体的な事実関係に基づいて各制度の規定の、で、まあ、今回やっぱこうね、相互関連性ってことで、あの何をどの順番で書くのかっていうのはちょっと頭使って答案構成しないといけないんでね、まあ、相互の関連性も含めてね、適切に今展開するか、ね、できるかどうか、これが問われてましたと。で2段落目のところですが、まあ、典型論点とも言えるものばかりであるものの、まあ、複数の論点の検討を要する問題を通してね、まあ事案に即して論理を、ね、着実に展開する能力がまあ試されてますということになってますね。まさにほら、今までの今日の私の話聞いてくれたら、まさにこういう話なんだろうなっていうのを理解できると思うんですよね。丸暗記してることをそのまま書くんじゃなくてね、まあ今何が問われてるのかっていうのを考えてね、でさっきの当事者の主張も組み立てて、ね、いけば、まあ、同時以降の公弁権にはならないはずだからね、まあ、そういう感じでやっていくと。で次の段落、設問1の事実関係の下ではやっぱり危険負担なんですよね。物が滅失して、引き渡し債務が履行不能になっているにもかかわらず、じゃあ代金支払い債務ね、代金支払い請求権がどうなっちゃうのかって、もう典型的に危険負担なんで、もう危険負担なんですよね。というわけで設問1の事実関係の下では危険負担適用あるか否かがまあ問題となるがね、まあ、その前提として、で危険負担ってやっぱそのね、物が履行不能にならないといけないん で今回種類債権なんでね、松茸 5kg の売買で、まあ、種類物の売買なんで、それが履行不能になるためには特定を、ね、特定があることが必要になりますよね。だからそういう意味で、この種類債権の特定っていうのがまず出てくるわけですよね。でその後目的物の滅失が必要となりますということね。危険負担の前提として履行不能にならないといけないからね、目的物が滅失して履行不能にならないといけないから、まあ、ここのところが本件の事案だと種類債権だったからね、まあ、種類債権の特定、があって、で特定後に物が滅失したということで履行不能にならないといけない、目的物の引き渡し債務がね、履行不能にならないといけないってことになりますね。でそこで民法401条が定める、まあ、正確に言うと401条2項ですけどね、債務者が物の給付するに必要な行為を完了したと、言えればまあいいんですけど、で例えば、債務者が給付の完了のために債権者がする必要があることを除きね、まあ、自らすることができることをまあ全てした状態をまあ言いますと。で取り立て債務の場合、一般的にその分離と準備と通知っていうふうに言われてますんで、まあ、それを自分 の言葉でね、その理由つけないよりは理由つけた方が点数もらえるんで、まあ、分離準備通知が必要だということをやってください。で当てはめはもうさっきさ、ほら5キロの松茸を箱詰めしてましたから、だからそういう点で他の松茸とはもう分離されてるし、箱詰めするというのは同時にその引き渡しの準備にもなりますよね。で電話でほら準備できたって連絡してたから、まあ、通知もあるんでね、まあ、そこのところで分離準備通知の要件は全部揃ってるんで、だから特定はしますよね。でその後特定後に滅失してるんで、だから履行不能なんですよね。まあ、そういう感じになってくると思います。さてでこの後一番最後の一番最後ちょっとやめておこうでね、いよいよ9ページいきましょう。中一番上の ところ中のところで、改正民法のもとで本門を危険負担の問題として処理する際の施行の流れの概要をね、ちょっと こちらの方でご紹介いたします。でこれちょっと昨日作ってみたんですよね。で昨年とちょっとね、検討してる事項は一緒なんですけど、何をどの順番で書くのかっていうのがちょっと順番変わってます。まあ、昨年の知らない人は気にしないでください。まあ、とりあえずこう毎回授業はね、フレッシュなその時に考えてることを教えようと思ってるんでね。で少なくとも昨日私がねちょっと問題文見て、何をどの順番で書こうかなっていうふうに考えた時に、こんな感じで考えたんですよね。ちょっとご紹介します。9ページの括弧あのところですね、まあ、本文においては問題文 のさっき9にね、当事者の主張がね、一見同時履行の公弁権のようなっぽいことはありましたけど、まあ、問題文の9項に当事者の各主張が具体的に示されているため、まあ、その主張を、ね、法律構成して答案構成すれば、まあ、取材者の意図に沿った回答になることがまあ予想できますと。こういう見方するの、問題文でね、勝手なこと書いても、そもそも配点されてないからね、点数もらえないんで、まず問題文よく見てね、何を求められているのかなっていうのを分析することが大事になってくるんですね。限られた時間でね、限られた紙面に、点数になることだけを書かないと合格できませんのでね。でそこで、3行目のところですが、
問題文の当事者の主張を無視してね、まあ、民法に数ある一般的な知識を答案に書いてしまうと、まあ、取材者の意図に沿った回答できないのはね、まあ、これは当たり前のことですよね。例えば悪い例なんか、はい、考えてください。この問題で悪い答案の例って何だと思いますっていうとね、あ、受領地帯だってことでじゃあ気づいたとしたら、うん、本件ではじゃあ受領地帯が成立してる、でそこでさ、受領地帯が成立した場合には、その法的効果としてって言ってさ、でそこでインプットのテキストを覚えたあのやつ全部書いちゃったらどうなりますって言ったら、そんな答案求められてるわけないですよね。でそう言っても今これ笑い事じゃなくてね、程度の問題はあれそういうことやっちゃう人がいるんですよ。なんかこう聞きかじった知識をね、その事案の処理に必要もないのに、なんかそう延々と答案にこう書いちゃったりとか、まあ、するんだけど、それはやっちゃいけないんだよね。でそれはやっぱ問題文との関係で決まってきますね。何をこう事前にインプットしたことのうち何を書くのかっていうのね。でそこで2段落目、本文においてまず、B は A に対し本件売買契約の代金50万円の支払いを求めたが、 A は B が松茸 5kg を引き渡すまで代金は支払わないと述べたとしてね、売主 B の代金支払い請求に対して買い主 A が履行拒絶してますと。で買い主 A が売主 B の代金支払い請求を履行拒絶している法的根拠をね、まあ、明らかにして論じていくと、まあ、取材者の意図にこう沿った答案になりやすいですよね。というわけでね、論じる人があるところを買い主への履行拒絶の根拠は、おおむね、ね、次の通り考えられると思うんですよ。まず本件売買契約の目的は松茸 5kg の引き渡しというね、当事者が物の、種類と数量にのみ着目した、まあ、種類物の引き渡しでありますと。でそして本件契約の内容から売買の目的物の引き渡し債務は、まあ、取り立て債務であることが分かります。取り立て債務の定義とかこの後ね基本知識つけてありますけどね、今日はちょっと時間がないからそういう話はしませんけど、まあ、取り立て債務であることが分かりますとね、債務者の支配領域のところにほら取りに来る約束してたでしょ、その債務者の所有の倉庫のところに、ね、取りに行くって話してたんで、まあ、おそらく取り立て債務で構成していいと思いますね。あと趣旨も取り立て債務になってましたね。でそこでこの後ね、取り立て債務は一般的には、まあ、分離準備通知ね、その理由は基本知識の項目のところに書いてありますからね、私の矢島促進講座のテキストからちょっと引用しておきましたけど、まあ、ここではちょっと割愛します。まあ、というか分離準備通知により特定されると理解されているところを、まあ、本文の実関係からね、まあ、さっきほら松茸5キロ箱詰めしてますから、まあ、他と分離して準備してね、あと電話で連絡してるから、まあ、通知も、してると思いますから、まあ、本文の実関係から特定が認められますと。で目的物が盗難に遭い特定した目的物が滅失した場合はこの時履行不能になっちゃうんですよね、引き渡し債務がね。種類物の場合は特定米って絶対履行不能って観念できないのね。もう必ず市場からもう契約の約束のものを調達して引き渡す義務をね、債務者っていつまでも追い続けるんですけど、特定後はその特定した物が滅失しちゃうと履行不能っていうふうに扱ってきます。そして以上を前提に、買い主 A は総務契約である売買契約の目的物の引き渡し債務が履行不能となったため、まあ、まずねちょっと受領地帯の話とか抜きにして考えたら一番簡単な履行拒絶の法律構成って危険負担の一番基本的な条文のね536条1項なんですよ。まず受領地帯の話とかちょっと抜きにね、一番単純にその履行拒絶の法律構成すると、民法536条1項根拠にね反対給付、たる代金支払い債務の履行を拒絶しているものとまあ考えられますということね。とりあえずね、あとで567条2項の検討が必要だというのはあとで分かってきます。でなおのところなんですけど、これは同時履行の公弁やるなって話です。採点実家にも悪い答案の例で挙げられてましたんでね、なおのところです。なお、代金支払い債務の履行拒絶をする法律構成としては、まあ、一般的には同時履行の公弁権もあるんですよ。だからさっきの縦給のところだけ見たら、まあ、同時履行の公弁権言ってるって別に言ってもいいんですけど、だけど本文の事実関係全体見たときに絶対ないんですよ。さっき言った通りほら同時履行の公弁権って相手の権利を一時的に阻止するときに使うものだからね、今回みたいなのを特定した物がもう履行不能になって滅失してさ、でも二度ともう松茸引き渡すつもりはないんですよ、売り主の方はね。だから一時的な権利の阻止で言ってるわけじゃないから、さっきの履行拒絶はね、でそういうときに恒久的な履行拒絶するときっていうのは、まあ、今だったら要は危険負担なんだよね。あなたが危険を負いなさいと、滅失の危険を負いなさい、あんたの方が負いなさいみたいな感じでね、いう話になってくるんですよ。でこの点に関して採点実感にこんな風に書いてました。採点実感に唯一これだけなんですよ。要はね、同時履行の公弁権の話って取材主には一言も書いてなくて、で採点実感にわずかもうめちゃくちゃ長い採点実感の中にわずかここだけ書いてありましたね。本件においては引き渡し債務の目的物は特定しており、かつ履行不能になっているから、これとの同時履行を論ずる意義は乏しくね、まあ、この点について大きな評価を与えることはできなかったと。まあ、もちろん取材主に一言も書いてないから採点一点もされてないはずだからね、あと意味がないんで、この事案で同時履行の公弁権書く意味がありませんからね、まあ、そういう点で気をつけてほしいと。
まあ、いうことになってきますね。でこの採点時間でね、将来の受験生に向けたメッセージのコンセプトで出してるから、これ見て自分に何が足んなかったのかっていうのをちゃんと理解しないといけないの。まあ、自分が受験生の時はそういうことやってたんですよね。でそこがね、基本知識の理解ができてないと実は分かんないんだよね。書いてあることの意味が分かんないんで、だからそこはさっき言った通り飛ばしちゃっていいんだよ。採点実感で今の実力で読んでも分かんないことって結構書いてあると思うんだけど、勉強が進んでくると後で意味が分かるようになることもあるんだよね。でその分かんないの今そこで立ち止まっちゃっても勉強の効率が悪いから、とりあえずまあ先に進んでいってもらえばまあいいんじゃないかと思います。で多分ね、今私が喋ってるのは基本知識の理解ができてない人って、ここ読んでもね多分意味が分かんなかったと思うの。なんでこれで同時以降の公平権書いちゃいけないんだろうって この今のね、この2行ぐらいのところでそこが理解できなくて、理解できないって人もいると思うんだけど、でも基本知識の理解が深まってくると、あ、そういうことなんだなっていうのが分かってくるんですよね。まあ、ちょっと言葉足らずなところがありますけどね。まあ、特定して履行不能だからさ、再給付義務がないんですよ、要は債務者の方にね。だそういう再給付義務がもうないっていう中で、それでなんか権利を一時的に阻止するみたいな同時以降の公弁言う意味がないから、言ってるわけないでしょって話でね。まあ、そういうことを言いたいと思うんですけど、さて、で次にっていうとこですね。まあ、とりあえず履行拒絶の法的根拠536条1項だってことで指摘して、で次にね、まあ、上記の通り買い主A が売り主 B の代金支払い請求の履行拒絶をしたのに対し、問題文の Q によると、 B は一度きちんと松茸を用意したのだから応じられないと反論したと、としてね、売り主 B は買い主 A が B の代金支払い請求を履行拒絶することは認められない旨を主張していますと。でこのね、売り主 B の反論の法的根拠を明らかにする必要がありますね。まあ、じゃないとね、取材者の意図に沿った答案作れませんからね。でそこで続き見ていくと、売り主 B のこの反論は本文の事実関係を踏まえると、まあ、売り主 B としては一度債務の本旨に従った売買の目的物を提供したこと、まあ、すなわち言い換えるとね、売り主 B が債務の本旨に従った弁済の提供したにもかかわらず、ね、ちゃんと約束通り松茸5キロ箱詰めしてるわけですからね。まあ、買い主 A が受領しないという受領地帯をしており、その受領地帯中に、ね、特定した売買の目的物が滅失しているのであるから、この売買の滅失の危険は受領地帯をした買い主 A が負うべきであるということを意味していると考えられますね。で売り主 B のこの主張の法的根拠としては、でほらこれさっき言った今回のメインです、これ567条2項ね。だから他のことはあんまり書けなくてもね、どうせ満点取らなくても受かるか、合格できるんでね、半分ぐらいの絶対値で言ったら、絶対地のところを満点にした場合半分取れれば合格できるんですけど、この567条2項のところを指摘して要件検討したら合格なんですよね、ここのところはね。まあ、とにかく今回こういう形で危険負担が問題となっている、受領地帯の物の免失の場面での危険負担が問題となっているんだというのが、これが一番大雑把な話なのね。その手前のごちゃごちゃした話をもう抜きに、事案の全体をざっくり見たときに、今回のメインテーマは何だというのを考えたときに、まあ、とにかく受領地帯中の物の免失の場合のね、反対債務のその要は奇数ですよね、反対債務の履行拒絶権の損費というところに今なってくると思うんで、最悪論点すっ飛ばしてもそこのところ書けばさ、点数振られてるんだよね、結局配点がされてるから、まあ、なんとか半分ぐらい点数取って合格できちゃうんですよ。まあ、半分取れれば結構いい順位でちなみに受かりますよ。司法試験令和3年の合格発表1週間ぐらい目にあったんですけど、まだ1週間経ってないんですけど、半分の点数、満点を基準に半分の点数取れれば、もうほぼほぼなんか2桁合格近い点数になっちゃって、でしかもなんか6割なんか取れちゃうと、もうスーパーウルトラ上位なんですよ。そんな感じだからね、今回の問題言ったら567条2項ね、まあ、そこのところを、まあ、これがメインテーマだということで気づいて、でその要件検討できたらね、もう絶対半分取れて結構いい順位で、まあ、受かるはずなんですよね。満点取る必要はありません。まあ、私の回答では満点を、ね、取れるようなものをいつも用意してますけど、まあ、別に満点取る必要はありません、合格するにはね。とにかくメインテーマは受領地帯中の物の免失があった事案で、ね、物の引き渡しができないにもかかわらず、ね、代金支払い請求ができるのかどうか、つまり代金支払い請求、ね、履行拒絶認められるのか認められないのかという話、これがメインテーマで、そのメイン その、ね、処理をする条文が567条に行こうという話になってきますね。でそこで本文で問われている B の代金支払い請求権、下から2行目のところですね、9ページの下から2行目、まあ、そこで本文で問われている B の代金支払い請求が認められるかは567条2項の要件を充足するか否かにより今決まることになりまして、この要件を充足すれば買い主への履行拒絶は認められず、で結果今回の売り主 B の代金請求が認められるかって聞かれてるんですよ、要は問いの形式としてはね。なんで、この要件満たせば買い主への履行拒絶は認められず、で結果 B の、ね、代金支払い請求が認められるって形 で問いに答える形ができます。こういう形でね、今回、主題は最終的なテーマはこの B の代金請求が認められるかどうかって話なんでね、結局567の検討をして履行拒絶できるのかどうかっていうところから自動的に答えがね決まってくるって話になってきますね。
で10ページの2段落目以上は問題文に記載された当事者の各主張を組み立てて答案構成の流れをまあ立論したものでありますと。これ昨日考えたんだけどね、昨年はねもっとあのざっくり、まあ、とにかく、うん、今回は受領地帯中の、まあ、物の名質があったにもかかわらずね、まあ、特定物ってことです、特定物が特定していることが前提ですけど、まあ、特定物に関して、まあ、受領地帯中に物が、まあ、名質してね、で物の引き渡しが、まあ、受けられないのにもかかわらず、まあ、代金支払い請求を拒絶できるかどうかって形で、結構昨年はね567条に1個ピンポイントで、要は536条とかっていう話しないで、もうあのピンポイントでね、あのもう567の2項から答案スタートしたんだけど、昨日はねちょっと丁寧に、少しちょっとくどいけど、まあ、ちょっと丁寧に考えてみるかということでね、まあ、それであのさっきみたいに536を一回かましてね、やってますね。でもこれ覚えちゃダメですよ。本当に毎回基本知識と問題文を覚えていいんですよ。だけどそれをもとにね、まあ、毎回何をどの順番で書くと、要は問いに答えたようなよりねいい答案になるのかってことは考えていかなければまあいけないって話なんですよね。というわけです。だから私も決して自分の回答例を覚えることで絶対ないんでね、まあ昨日は昨日でちょっと少しくどいけど丁寧にじゃあ説明してみようと思って、それで、まあ、ちょっと若干くどくどしてる感じがしますけど、まあ、あのそういうね構成を今回したんですよ。今回はね、昨年はもうピンポイントで567 のところも、要は答案の出だしがもう567だから、今回そうじゃなくていきなり567ではいかなかったんだけどね、途中で567が出てくるんですけど、問題文の事実関係がだんだんこう明らかになっていく過程でね、まあ、567が問題になるみたいな感じで、ちょっとくどい感じがするんだけどね、まあ、でも一応丁寧な思考なのかとは思うんでね、今回そんな感じでやってきました。さてじゃあメインテーマ10ページのところで、かっこいいのところ、まあ、要は ここの検討が、この要件3つあるんだけど、ここの当てはめが丁寧にできれば合格なんですよね。まあ、567条2項の適用要件を検討していきます。まず要件丸1、売り主が契約の内容に適合する目的物をもってその引き渡しの債務の履行を提供したこと。あ、結論からこれ基本知識でお願いしたいと思うんですけど、567条2項 の適用要件で3つあって、でそのうち丸1と丸2はこれ受領地帯の成立要件と一緒なんですよ。実質的にね、受領地帯の成立要件と実質と同じ。ただちょっと違うのが特定物バージョンなんですよね。受領地帯のところより、まあ、受領地帯受領地帯なんですけど、特定物を念頭にしたあの条文になってます、567条2項はね。でそういうことで、まあ、契約、ね、要件丸1、まあ、売り主が契約の内容に適合する目的物を持ってその引き渡しの債務の履行を提供したこと、そして要件丸2、売り主が履行を受けることを拒み、また受けることができないこと。だから実質的にこの1と2って受領地帯の要件とかぶってます。ただ567の2項は避けた通り特定物を念頭にしたものなんで、まあ、売買の目的物が特定しているときは受領地帯の方の条文じゃなくて567の2項の方を、ね、使っていきます。受領地帯の方にも同じような条文あるんですけどね、危険の移転の条文あるんですけど、まあ、物が特定しているときはこちらの、ね、567の2項の方を使っていきます。ちょっと確認しましょうか。基本知識ご紹介します。基本知識は、ね、こちらですね、31ページをご覧ください。これは矢島の促進部と講座の、ね、今期 の2022年合格目標のテキストから抜粋してるんで、まあ、勉強もすでにされてる方もいらっしゃると思いますけど、ちょっとくどいようだけどね、説明しましょうか一回ね、ご存知の方も多いと思いますが、まあ、31ページのところで参考見出しね、413条の2の2項とあと今ご紹介した567条2項の前段って同じような条文なんですよ。法律効果見たときに同じような要件のもと同じような法律効果発生させてるんですけど、結論としては特定物のときは567の2項を使うって話ね。逆に特定物じゃないときは413の 2の、ね、2項の方から攻め込んで、まあ、同じ法律効果になっちゃうんだけど、まあ、やっていくって話なんですよね。ちょっと読んでいきましょうか。買い主の受領地帯中に目的物が明示した場合における売り主の代金支払い請求権の帰属につき、まあ、まずね条文の順番6法を開いて条文の順番から言ったら先に413条の2の2項が出てきますので、まあ、まずこっちからねご説明すると、まあ、債権者が債務の履行を受けることを拒み、または受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となった時は、その履行の不能はこれね受領地帯した債権者が悪いんだからね、債権者に危険を負担してもらいたいんですよね。だから、まあ、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなすというふうになっているんですね。でその結果、債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができないというね、要は危険は債権者が負いなさいという趣旨の536条2項が前段適用されまして、で売り主が、ね、買い主に売買契約に基づき代金支払い請求をしますと、買い主は目的物を受領しないことを理由に代金支払い請求ですね、要は買い主から見るとこれが反対給付の履行になるんですけど、それを拒めないということにもなってきますね。で物が特定した場合は同じようなことを567の2項から導いていきます。これがまたっていう段落になりますね。まあ、上記と似た規定として
まあ、567条2項はね、ちょっと1項の言葉を借りてるんで、1項に書かれてることをちょっと一部使ってるんで、1項をちょっと見ないといけないんですけどね、1項によりますとこうなってますね。同1項の、売り主が買い主に目的物で、この括弧書きが大事なの、売買の目的として特定したものに限り以下この条に同じなんで、だから今回メイン567条の2項なんですけど、その2項に別に2項だけ見ても特定物がどうのこうのって書いてないんですけど、この、ね、1項に特定したものに限る以下この条において同じってなってるから、2項って特定物前提にした条文だってここで理解しておかないといけないのね、というわけでもう一回ね、またっていうところだから行くと、また上記と似た規定として567条2項はまず、同1項の、売り主が買い主に目的物かっこ、ね、売買の目的として特定したものに限る以下この条において同じを引き渡した場合においてね、これねちょっと受領指定の場面じゃなくて、要は物の売買の物引き渡した後に、じゃあ物が召した時にね、どっちが危険負担するのかって話なんだけど、引き渡し後だからもうね、引き渡し後特定物が引き渡し受けてるもうわけですから、それは引き渡し受けた人がね、つまり買い主がまあ危険負担するべきですよね。だから当然あの、ね、代金支払い請求された時に、あの要は引き渡し受けたんだけどまだお金払ってないってことあり得るじゃないですか、現実の世の中ではね。だからそういう時に、まあ、もうすでに特定物に関して買い主が引き渡し受けてるんだったらね、でその後滅失、お金払う前に滅失しちゃったとしても、もう代金支払い請求受けた時はもう履行拒絶できないんですよと、ちゃんとお金払わなければいけないんですよっていう条文が、これが1項なんですよね。だから適用場面全然違いますけど、あの2項とはね、2項はあの受領地帯後の物の滅失の話なんでね、この引き渡しが、2項って受領地帯後の物の滅失だから当たり前ですけど、1項と違って物の引き渡しはされてませんからね、当たり前ですけどね1項だから全然事案が違うのね、1項と2項はね、1項は特定物が引き渡された後に物が滅失しましたと、滅失しましたと、でまだ代金が払われてないような、まあ、状態だと代金請求されるじゃないですか、でそういう時に物の滅失を理由にあの履行拒絶できないよっていう、まあ、条文なんですよね。まあそれはそうですよね、特定物、要はあのまださ種類物の売買かなんかでさ、価値ある物給付されたらさ、それで危険負担するってかわいそうですけど、買い主に危険を負わせるってかわいそうですけど、特定物でも完全に売り主の方としては完全にもう債務の履行してることになるからね、でそんな中でその引き渡し後に物滅失してるんだったら、それはもうすでにさ支配下にその物を置いてる買い主が、その後ね滅失する危険を負うべきじゃないですか。だからまだ代金払ってないような状況でね、引き渡し後にまあ物滅失した時に、まあ売り主の方から代金請求されたら、まあ567のまあ1項でその代金のね、支払いの履行拒絶ができないんだっていう話になってきますよね、まあ、これが1項の条文です。で2項はまさにその受領地帯後の物の滅失なんだけど、先ほどの1項が特定物についてはほら以下もうこの条において同じってなってるから、だから2項はね特定物に限定した条文だって見ていくんですよ。でそんな中で何が書いてるかというと、簡単に言ったらね、要は特定物が要は今受領地帯引き渡しされてないんですけど受領地帯状態になっちゃってますと、でそんな中受領地帯中にじゃあ物が滅失しちゃった時どうなるかって言ったら、これは前項と同じってことで、つまり代金支払い請求拒めないっていう話になってくるんですよね、で結局だから上の条文と一緒になっちゃうんですよ。413条の2の2項と536条2項の前段組み合わせたのと全く同じ法的効果になるのね。だから結論としては、まあ、要は受領地帯中に物を滅した時にさ、代金支払い請求の奇数どっちの条文でやったらいいんだって話になってくるんですけど、特定物に関しては536条2項を使うって話です。要はね、で特定物じゃなければあの上のね413条2項、413条の2の第2項プラス536条の2項のね、まあ、前段を使ってまあ処理をねするっていうことになってきますね。さてで今回特定物、あの特定してるからもういいの、567だけ使ってくれ、567の2項だけ使ってくれればいいわけね、413がどうのこうのって話はしなくていいんです。さてじゃあそんなことでまたちょっと、戻ります。先ほどのところにね、戻っていきまして、今あの取材の詩の途中のところです、9ページのところですね、まあ、今思考の流れっていうところをやってます。じゃあちょっと間が空いちゃったから、縦あの9ページの、ね、一番下の段落次にっていうところをもう一回読んでいきましょうか。ここであの567の2項が登場する理由はあの今話した通りの基本知識が必要になってくるわけね。でそこで次にってことですが、まあ、上記の通り、ね、9ページの最後の段落です。9ページの一番下の段落で次に上記の通り、ね、買い主 A が売り主 B の代金支払い請求の履行拒絶をしたのに対し、問題文の9項によると、ね、B は一度きちんと松茸を用意したのだから、応じられないと反論したとして、ね、売り主 B は買い主 A が B の代金支払い請求を履行拒絶することは認められない旨主張しているので、まあ、B の、ね、その反論の根拠を明らかにする必要がありますと。で売り主 B のこの反論は本文の事実関係を踏まえると、ね、
売り主 B としては一度債務の本心に従った売買の目的物、ちゃんと約束通り5キロの松茸箱詰めして準備してるわけですからね、債務の本心に従った、売買の目的物の、ね、提供したこと、まあ、すなわち、ね、売り主 B が債務の本心に従った弁済の提供したにもかかわらず、買い主 A が受領しないという受領地帯をしており、その受領地帯中に特定した売買の目的物、だからもう特定物なんでね、567の2個を使っていきますけど、特定した売買の目的物が滅しているのだから、この売買の滅失の危険は受領地帯した買い主 A が、ね、負うべきであるということを意味していると考えられますということで、あ、ちなみにだから基本知識があるとこういう理解ができるわけね。あの問題文のあの言葉からあれを同時以降の公弁権だっていうには思わずこれ危険負担のね、特定物の要は受領地帯のね中に特定物召しちゃった時のね、代金債権反対債務がじゃあどうなるのかっていうところの主張なんだっていう、そういうあの構成ができるんですよ。というわけで下から3行目の途中のところですが、線引いてあるところですね。まあ、売り主 B のこの主張の法的根拠としては567条2項が考えられますと。そこで本文で問われている B の代金支払い請求が認められるかは5672項の要件充足か否かより決まることになりね、まあ、この要件充足すれば次のページ20ページ、買い主 A の履行拒絶はまあ認められずね、まあ、売り主 B の代金支払い請求が認められることになると理解することができるということね、まあ、こんな感じなんだね。まあ、基本知識必要ですしね、あとは理解が浅いとまあ結局使えないんだよね。せっかくあのインプットのテキストで567条2項の存在は分かっててもね、あの先ほどの当事者の主張をね、あのうまく組み立てられないで、まあなんか同時以降の公弁権の方流れちゃったりとかね、同時以降の公弁で多分構成した人ってね、危険負担のことは多分話一切出てこなくなっちゃうと思うからまあ当然点数つかないですよね、そんな答案作っちゃったらね。まあそんな感じでちょっと気をつけてほしいと思いますね。さてでそんな中でまた10ページのかっこいいの567条2項の適用要件ということで、で1と2はね受領地帯の要件と同じなんですよね。まあ要件丸1、売り主が契約内に適合する目的物をもってその引き渡しの債務の履行を提供したことね、要はあの債務の本心に従った弁済の提供したことってことですよ、簡単に言えばね。そして、要件丸2、買い主が履行を受けることを拒み、または受けることができないことね、まあ、受領拒絶または受領不能ですね。そして、要件丸三、まあ、履行の提供があった時以後にね、で条文上はね、当事者双方の責任に帰することができない事由によって目的物が滅失または損傷したことっていうのが最後の適用要件なんですけど、ただここちょっと気をつけなくてはいけなくてね、この中のところを見てください、下のところ。前景の要件丸1と丸2は受領地帯の要件、まあ、法定責任説ですね、債務履行責任説からするともう一つ要件が加わりますよね。はい、皆さんに問題です。その加わる要件とは何でしょうっていうと、まあ、債権者の奇跡性なんですけどね。でもさっき言ったようにその債権者にあまり厳しい改正してないので、債権法はね、でもともと従来から法定責任説が要はあの通説でありますので、それが維持されてますから、まあ、別にこんな問題でそんなことごちゃごちゃやる必要ありませんからね。だからまあここはあまり気にしないということですね。というわけで、要件丸1丸2は、まあ、受領地帯の要件ね、まあ、通説と言われている法定責任説と重複するため、まあ、これらの要件を充足するときは、まあ、まず受領地帯が成立することが分かります。そして買い主の受領地帯以後に当事者双方の無期責で目的物が滅失損傷したときは、買い主である債権者の責任に帰すべき事由によるものと、まあ、見なされるためね、413条の2の2項ですね、このときに一応この2項使いますね、413条の2の2項使います。でその結果、この文言があるために567の2項は、まあ、文言上当事者の責任にあの帰すことができない自由、まあ、要は当事者双方の無期責だという文言になっているにもかかわらず、債権者の帰責性って常にある、あの受領地帯があった以上債権者の帰責性が常に あることになるんですよ。でそういうのを踏まえると、ここは結局あの債権者の帰責性見てもしょうがないんですよね。当事者双方の無期責って条文になってるんだけど、債権者の期責性っていうのは受領地帯である以上常にあることになりますので、だから実質的には債務者のね、あの期責性のところだけ見ていくって話になってきますね。だから無駄な検討しちゃいけないのね。ここで債権者の期責性がどうのこうのって本当に意味がないことだから、だってもう受領地帯やってたら受領地帯やってる債権者が基本的には悪いわけですからね、ここのところがね。まあ、そういう点で債務者の、ね、期責性、ですね、債務者、売り主、あの目的物の引き渡し債務の債務者、ね、売り主の責任に帰すことができない事由をまあ意味するということになってきますね。だから今回その受領地帯中の物の滅失について債務者に期責性、要は売り主にね、さすがに期責性があったらさすがに買い主から代金支払い請求された時にあの履行拒絶はできないんですけど、でもその売り主に期責性がなければ、まあ、拒絶できると、ね、代金相手から代金支払い請求された時に、まあ、履行拒絶できるって話ね。だから結局債務者の期責性の有無のところが結構メインテーマになってくるんですけど、でここでひねりが入っててさっき言った通り、あのまず注意義務の軽減の話が入ってくるでしょ。でプラスあの履行補助者使ってるから、だからその C さんの、ね、不手際が、まあ、仮にじゃあ注意義務が、あ、まあ、仮にというか、まあ、注意義務軽減されますよね。もう受領地帯成立するのは明らかな事案だからね。だからまあ事故の財産に対するのと、要は全館注意義務、通常は特定物、物が特定したらさ、まあ、400条によってあの、ね、引き渡しの時まで善良な管理者の注意を持ってその物を保存する、まあ、義務があるんだということで全館注意義務はあの負うことになりますけど、それが事故の財産に対するのと同一の注意を、ね、まあ、してればまあいいって話になってくるんですけど、まあ、それを前提にさらに C のね、
あのこの不手際ね、それを債務者本人 B の不手際として信釈、まあ、できるのかどうかということで、まあ、履行者の過失の問題ね、それが出てくるということになってきます。ということで、これが次のブロックのところでして、10ページの下から2つ目のブロックでね、売り主 B の知的自由の有無を判断する際にちょっとひねりが入っていてね、まあ、2つの法的な問題が入っていますよね、その受領地帯中の地位義務の軽減、ね、受領地帯だということで地位義務軽減しているというのと、あと履行事者の、ね、過失、まあ、検討事項2というところちょっと読んでいきましょうか。売り主 B の履行事者 C が B に指示された二条の施錠を、ね、忘れていつも通り簡易な施錠しかしていなかったためね、売買の目的物が盗難にあって命じたことを、まあ、どう評価するかっていうところですね。まあ、ここは多分一番配点大きいと思います。あの事実認定レベルのところではめちゃくちゃ配点大きい、あの先ほど言った通り問題文がすごくそこに関する事実関係が、まあ、2箇所にわたってね、あの長々書かれてたんで、今回ここが一番配点高いはずなんですよね。でここ書けたかどうかでほぼ合否が決まるというところになりますね。で最後のブロックのところですが、10ページの一番下、まあ、以上の567-2項の要件の1から3までをね、全て充足すると、その同項の効果として B が松茸 5kg を引き渡すまでは代金は支払わないとしてね、 A が B の代金支払い請求を履行拒絶しているにもかかわらず、 B は A に対して本件売買契約に基づく代金支払い請求をすることができると。まあ、今回あの B がね、代金支払い請求できるかできないかということをあの問われてるんでね、まあ、そういう形であの答えが出せると、まあ、いうことになってきますね。さて、じゃあちょっと回答例らしいのね、見ていきましょう。これね、42ページまで飛んでってください。これね、ちゃんと工夫してるのね。あの手前に基本、あのこの問題解くのに最低限押さえておかないとダメな基本知識入れてあるんですよ。矢島の促進部と講座のね、2022年合格目標バージョンからの入れてあるんですけど、あの考え方の一例っていうのは実質的に回答例なんですけどね。ただこれ回答例として本当に扱ってもらいたくない。覚えちゃダメ。あの唯一の回答って思っちゃったらもう最後なんでね。まあ、これ昨日私がね、昨日の頭で作ったものなんですけど、またこれ覚えるような勉強するとちょっとね、今日の趣旨に反することになるんでね。まあ、一つの参考として、まあ、使ってもらえればというふうに思いますね。じゃあそこでちょっと見ていきましょう。第1設問1、縦1、括弧1ですが、42ページね、第1の縦1、括弧1。まず、本文では B の代金支払い請求に対して A が履行拒絶しているため、その根拠を以下明らかにすると。でさっき言った通り、昨年度はね、あのもっとズバッともう567のもう2項をもう結構先、最初の方にズバッと出してね、あの要件限度したんですけど、今回はね、ちょっと少しくどいかもしれないけど、ちょっと丁寧な思考方法を書いてみました。でこれどっちがいいかっていうのは、矢島の論文完成講座でまたこの問題を扱うんですけど、その時までにね、まあ、あの決めときます。どっちがいいのかっていうのはね、あるいはまた第3のね、ちょっとなんか違う考え方が出ちゃうかもしれないですけど、まあ、その時までにちょっと検討しておこうと思いますね。まあ、とりあえずちょっと今回丁寧、かなり丁寧でちょっとくどいかもしれないけどね。でそこで括弧2のあのとこですが、まあ、本件売買契約の目的は松茸 5kg の引き渡しというね、当事者が物の種類と数量にのみ着目した種類物の引き渡しですと。で種類物の引き渡し債務の目的物は、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了したときに特定しますと。401条2項前段で、売買の目的物がその物に特定すると、特約がない限りね、目的物の所有権は売り主から買い主に移転したりね、これ特定の効果です。まあ、所有権移転とね、あとこの全館地義務ですよね、債務者はその物の引き渡しのときまで全館地義務を負ったり、ね、する反面、債務者は調達義務を免れるという、まあ、利益を、まあ、得ますと。で債務者がどのような行為があれば、その前期必要な行為を完了ね、401条2項でいうね、物の給付するのに必要な行為を完了ってすごく抽象的な要件だから、まあ、その意味はその特定の効果からね、特定の効果を発生させるにふさわしいね、行為があったときに、じゃあこの要件満たしたことにしましょうっていうね、まあ、そういう理屈になってきます。でこの次の段落のところですが、まあ、本件売買契約によると、松茸の引き渡しは B 所有のオス倉庫で、まあ、なされることになっているので、本件売買の目的物の引き渡し債務は、まあ、取り立て債務だと。まあ、基本的に特定の要件ね、あの先ほどの物の給付をするに必要な行為を完了したかどうかっていうのは、その債務の性質に応じてあの具体的に考えていくというのが、ね、一般的な見解なんで、で今回やっぱ取り立て債務という特徴がありますね。債権者が債務者のところまで物を取りに来ると。まあ、今回その債務者が、ね、所有している倉庫のところまで取りに来るってことで、まあ、債務者の支配権のところに債権者が行くっていう、まあ、意味で考えたら、まあ、そういう点ではあの取り立て債務って見ていいと思うんですよね。で、まあ、下の人もあの多分取り立て債務前提にあの書いてあったからね。まあ、そういう点で、まあ、取り立て債務と、いうことを認定しまして、で取り立て債務について前期特定の効果が生ずるには、まずあの所有あの物についてさ、どの範囲にその所有権移転の効果とか、まあ、全館注意義務の、ね、発生がされるのかってことを明らかにするために、少なくとも分離は絶対必要なはずなんですよね。でじゃあ分離だけで調達義務をね、基本的に債務者の調達義務って重い債務って言われてるんですよ。
要は履行不能になるまでは、まあ、とにかく約束通りのものを市場から、ね、何としてでも調達して、相手に引き渡さないと債務履行責任を負うって話になってくるんで、この債務者の調達義務っていうのは価値判断的には非常に、ね、債務者にとっては重い債務だっていうふうに言われてますね。まあ、そういうことで、まあ、特定の効果の、ね、まあ、一部ですけど、所有権移転の効果とか、まあ、全管地義務の発生っていう点から考えたときは、ね、まあ、なんかまあ分離だけでもいいのかなって感じはするんですけど、でもさすがにそれだけでその無限の調達義務から債務者を免れさせるっていうところの利益までは債務者に与えてはいけないような気がするんですよね。まあ、そういうところから調達義務を免れるためにはやっぱりさらに、ね、準備と通知が必要だみたいな感じ で、ここもごちゃごちゃやっちゃダメ、あの結論、取り立て債務について物の給付を必要な行為完了したと言えるかどうかは、もうとにかく分離準備が通知が必要なんだから、あの基本的にはね。もちろん別の見解もあります。別の見解はね、ちょっとご紹介しようかな、いいかな、 やめときます、やっとく、あの基本知識、一応あの思考方法が大事だからね、丸暗記ではなくて思考方法が大事なんですけど、もしね、あのそういうところであの超上位合格を目指したい人っていうのは、やっぱそのどういう要件がどういう理由で求められるのかっていうのを理解しておいた方がいいんですけど、それ21ページのところになります。あの実は分離が実は特定の要件にいるのかどうかっていうのはすごい議論されてるんですよ。もうめちゃくちゃ議論されてるところなんですね。で、私のさっき話したのは全くその議論を無視した形式的なね、あの要はあの答案なんでね、まあ、そういう点であんまりいい点数にはな、もしここがメインで出たときはあんまりいい点数にはならないんですけど、21ページの一番下のブロックのところで、実は分離の要否は債権法改正の下ではめちゃくちゃこれ議論されてますね。もともと特定の効果で債権法改正前、危険の移転っていうのが、まあ、あの債権法改正前にも、まあ、あったんだけど、その債権法改正前の意味での危険の移転っていうのが、まあ、なくなったんですよね。特定したってだけでなんかその危険が、ね、あの売り主の方から買い主の方に移転するっていうのは、物の引き渡しもされてないのに移転するっていうのはちょっと酷なんじゃないかなって話でね、まあ、言われてました。でそういう意味でその、危険の移転を、ね、法改正前に正当化するには、これやっぱり物の分離があったからこそ、ね、それが正当化されるんじゃないかって話してたんですよね。でもそういった意味での危険の移転というのが法改正によってなくなったんで、まあ、そういう意味ではその、分離というのがいらないんじゃないかっていうのも議論されてるんですよ。でも、まあ、さっきの私の回答例はもうそういう議論を全てすっ飛ばして、要は守りの答案ですよね。まあ、まあ一応さ、特定の効果に所有権移転の効果とか、まあ、全管事義務の発生があるっていうことはまあ明らかじゃないですか、ね、でそれが認められるために分離してなかったら、だってどこの範囲に、ね、どのものについて所有権移転するんですか、どのものについて全管事義務が発生するんですかってことが分かんないから、だからそういう意味では、まあ、法改正の下でもね、ちょっと理由は違っちゃうんだけど、分離が要求される理由ちょっと変わっちゃうんだけど、まあその、分離は必要だろうという話ですよね。まあ、ということで、まあ、でもまあ今日はやめときましょう。こういうのはね、あのやめときまして、また戻ります。今日はじゃあ深い話は抜きにね、まあ、分離準備がもう通知がいるんだということで、42ページ、当てはめします。42ページの縦1括弧2の E のところですね。本文見ると、まあ、B はね、本件売買契約の約定に合う松茸5キログラムを乙倉庫に運び入れた箱詰めを置いているため、まあ、これ同時に分離と引き渡しの準備したことになると思いますけどね、まあ、他のね物と区別もできてるし、で箱詰めしたらまあ引き渡しの準備がね、まあ、できただろうということで、分離とまあ準備がありますと。またB は引き渡し準備が整った旨を A に電話連絡してるんで、まあ、通知もね、まあ、してますということで、本件売買の目的はですね、箱詰めした松茸 5kg にまあ特定したということになりますね。でこの後カッコさん、その後乙倉庫内に松茸が何者かに全部盗まれて、でこの滅失がキーワードですね。滅失、履行不能がキーワードになって危険負担に流れてきますからね。こういう流れ作らないと同時履行の神戸県に行っちゃうんですよ。あのさっきのね、当事者の市長がね、同時履行の神戸県に行っちゃうんで、このね、特定によって物が滅失すると履行不能になるのね。その流れが大事ね。特定からその特定した物が滅失すると、まあ、履行不能になってくると。で履行不能になった時にね、もうそのなんか一時的な権利の阻止がどうのこうのっていう同時履行の公明なんか普通問題にしませんから、そういうところはね、そういう時は同じような履行拒絶なんだけど、危険負担の問題で処理するのが通常なんですよ、ね、だから出題の詩には一言も書いてなかったんですよね。こんなもんの あんな問題でまさか受験生が同時履行の公明権なんか書くと思ってなかったんでしょうね、出題者としてはね。だけどなんか予期に反して受験生がそれ書いてきた人がいるからさ、採点時間でちょっとチクッとやられたわけですよ。本文においてそんなこと書くのがなんか意味があることとは思われないってやられちゃうわけですよね。というわけでね、この特定からの滅失履行不能ね、これが危険負担の流れを、まあ、作る定石みたいなものなんですけど、まあ、こういうのは基本知識で学んでおかないといけませんよという話になってきます。さてそこで今日はちょっとくどくね、やってます。まあ、昨年はもう567の2個ピンポイントでこういっちゃったんですけどね、こんな感じで1回536の、ね、1個を出してるんですよね。まあ、そういうことでカッコさんもう一回読んでいきましょう。その後乙倉庫の松茸は何者かに全部盗まれて滅失したため、B の A に対する本件売買の目的物
の引き渡し債務は履行不能となりました。以上のことから、ね、A は総務契約である売買の目的物の引き渡し債務が履行不能になったため、まあ、危険負担に関する5361項を根拠に、ね、反対給付たる代金支払い債務の履行拒絶するものと考えられるという形ね。同時以降の公弁権ではありませんってことはね、要はね、まあ、わざわざ書かないですけどね、そんなことは書いちゃいけませんけど、同時以降の公弁権ではないんですよと。さて、で今度縦に、括弧1で次に A の履行拒絶に対し B は一度きちんと松茸を用意したのだから応じられないと反論しているため、その根拠以下ね明らかにしますと、まあ、ちょっと今年の答案やっぱちょっとくどいかな昨年こういうくどさはなかったんですけどね、ピンポイントです。結構冒頭もう縦1のね、もう冒頭のところから5、6、7の2個で攻め込んでいったんでね、まあちょっと今回くどいかもしれませんけどね、昨年は要はもう特定物が事業地帯中に今滅出してるんでねまあそれでまあ目的物の引き出し債務が履行不能であるにもかかわらずね、まあ代金支払い請求されたこのね売り主の方は、買い主の方はそれ拒絶ができるのか、これはもう567で行くんだみたいなね、わりかしピンポイント入ったんですけど、今年ちょっとくどいんですよ。今回昨日作ったやつね、今年っていうか昨日作ったやつね、昨日作ったやつちょっとくどいです。まあそんなことで縦に括弧1で次にね、いいか、さすがに縦2の括弧からいこう。縦2の括弧2ね、で本件売買は取り立て債務で、債務の履行につき、要は567の2個を出したいんですよ、ね、なんか出さないと メイン論点にいけないんで、何としても567の2個を出したいんです、早いうちにね。で出したら勝ち、もうあとさっきの 3つ要件あるから、あれ丁寧に検討すればいいのね。当てはみに使える事情はたくさんあったからね、かなり配点されてるはずなんでね、早く567の、ね、2個を出したくてね、うずうずしてるんですよ、ここをちょっとこう作ってる時にねもう昨年と比べてくどくなっちゃったからね、早く出さなきゃまずいなって思いながらこの辺作ってますから、まあ、そういうことで、まあ、括弧2で、本件売買は取り立て債務で、債務の履行につき債権者への取り立て行為が必要なところね、まあ、B としては約定の引き渡し日に A に対し前期の通り松茸を箱詰めしてね、引き渡しの準備ができていることを通知して、債務の本心に従った弁済のまあ提供ね、493条ただし書き。取り立て債務の場合って債権者の行為がないと弁済できないんで、それって493の正し書きの規定が適用されるんですよ。要は弁済の提供って原則現実の提供なんですね、493条の本文でね。あ、こういう基本知識全部つけてますからね、その手前のところでね、これ入ってるの前提ですからね、答案書くときはね。で基本的には弁済の提供って現実の提供が原則なんですけど、493の本文でね。だけど一つの例ですけど、その、ね、債権者のまあ行為が、まあ、債務の履行に要求されているようなとき、まあ、取り立て債務が典型的ですけど、まあ、そういったときは正し書きの方が適用されまして、まあ、口頭の提供でいいと。まあ、口頭の提供というのは具体的には解釈論からしたら、その弁済のね、その分離以外全部いる感じかな、特定のところでやったね、分離以外全部いる感じで、その準備とまあ通知がまあ必要ですよと。あとはまあいろいろ細かい話ちょっと雑談で聞いてくれればいいと思うんだけど、答案に書くと本当さすがにくどくなるからやんなかったんだけど、取り立て債務でね、じゃあ弁済の提供があったっていうふうに言えるためには、基本的にはその債務の履行に債権者の行為を要するんで、まあ、493条ただし書きの口頭の提供があればまあいいんですけど、ただ判例法理によると確定期限が、要は履行期限がもう明確に定められているようなものの取り立て債務の場合は、債務者はそのものを準備して待ってればいいと。だってあと自動的に債権者がその約束の日に来てくれるから、だからまあ要は準備だけしてればよくて通知は不要とか、まあいろんな判例あるんですよ。あとはもうそもそも債権者が受領の意思を明確に受領しないことを明確に意思表示しているような時は、まあその経済状況さえ債務者にあれば、もうその一切ね、その口頭の提供準備すらまあ不要だみたいなね、経済状況さえあればいいとか、まあ、いろんなその担当試験では結構全部出ますけど、まあ、そういう判例あるんですけど、本件、まあ、別にはそういうこと聞いてないでしょって話でね、この問題でだからそういうことは一切書いてませんから、実際にはこれ確定期限のある取り立て債務だから、だから、まあ、実際にはね、多分準備して待ってるだけでいいじゃんなんだけど、ただ結果的に準備と通知やってるからさ、まあ、そんな話をする必要がないじゃんなんですよね。出題にしても一切書いてないからね。だからここもやっぱりその基本知識をちゃんと理解して頭に入れていくとすごい大事なんですけど、問題文との関係で何をどこまで書くのかっていうのは判断しないといけないんですよね、ここのところをね。でそこで今のところ気になっちゃって書いちゃってさ、そんなの5、6行やっちゃったらもう必要なこと書けなくなっちゃうからね、そこなんですよね。さてで、そういうことでもう一回、じゃあすみません、括弧2のところ言いましょう。括弧2、42ページの一番最後の、ね、段落、括弧2、縦に括弧2で、本件売買は取り立て債務で、債務の履行につき債権者への取り立て行為が必要なところ、B としては約定の日に、ね、A に対し前期の通り松茸を箱詰め進めして引き渡しの準備ができていることを通知ね、まあ、先ほど言う本当はこの通知もいらないんですけどね、準備だけしてればよかったんだけど、まあ、通知までしてる事案で、そんなところを、ね、法律論展開してもしょうがないから、もうそのまま指摘しちゃいます。で通知して債務の本心に従った弁済の提供を各493条ただしをしたにもかかわらずね、 A が松茸を引き取りに行くための高トラックが盗まれたとして受領することができなくなったため、まあ、受領地帯がまあ成立するってことね。受領不能か受領拒絶かは一応昨年の答案は結構こだわったんですよ。松茸5キロ取りに
行くくらいだったら別にトラックじゃなくてもタクシーかなんかでちょっと行けるじゃないかなってことで考えたら、受領不能ではなくてこれ受領拒絶なんだとかねそういうことをやったんだけど、今期はちょっとやります、この答案やんなかった。もうだってどっちでもどうせ一緒だから、受領不能でも受領拒絶でもこの要件を満たすことになっちゃうから、まあ、今回はこのね、受領をすることができなかったってことで、まあ、ある意味受領不能です。これ受領不能です。受領拒絶ではなくてね、受領不能です。昨年私受領拒絶にしたかな、別にトラックでも松崎5キロぐらい別にトラックじゃなくてもいいでしょってねいう話で、タクシーでも何でも取りに来たんだから、それでも取りに行かないというのはこれ実質受領拒絶なんだみたいなことをやってたんですけどね、まあ、今期はこれ今期はというか昨日作った答案はね、そこまで踏み込まなかったという話です。だからほら、何をどの順番で書くのかって基本知識はちゃんとしてること前提なんですけど、やっぱその時その時に変わってくるんですよね。だからそれが必要なんですよ、それをやるってことはね。同じ問題でも全然こう力伸びますから、ちゃんとね。でその時必要な知識また思い出すでしょ。ここでまた各債権法の各制度の要件効果がちょっと忘れちゃったっていうのはこの問題で思い出すからね、それが大事だと思いますね。まあ、そういうことで、下から3行目、まあ、A が松崎を1人に行くため高トラックが盗まれたとして受領することができなかったため A には受領地帯が成立する413条1項。で受領地帯中に特定した売買の目的物を滅した場合、もうこれが早く出したくてしょうがなかったんですよ567条2項ね。この当てはめでもうだって合否が決まるから、だからちょっとドキドキしてました今回。この手前のところこれあまりにも出なさすぎて、ちょっと大丈夫かなって思いながらね、心配しながらちょっとドキドキやって、早く出したくてしょうがなかったやつをね、やっと出したんですよね。まあ、その焦りからね、受領拒絶か受領不能かなんかもうこれはどうでもいいやと思ってね、それでもう飛ばしましたけどねそういうだからね、こう一つの回答例作るにもいろんなこと考えてるんですよ、要はねいろんなこと考えてるんだよね。ということで、まあ、567の2項の要件を充足すれば、買い主は売り主の代金支払い請求を拒絶できませんと。で A の履行拒絶に対する、ね、B の反論の法的根拠は、まあ、以上の通りと考えられるということになりますね。で結局567の2の要件を満たすかどうかでもう結論を出せるって話ですよ。代金請求 B の代金請求ができるかできないかはね、もう全部567の2項の要件充足性の損費でも決まってくるって話になってきます。であとは例の 3つの要件を検討していきます。縦3括弧1以上より本問では5672項の、ね、適用要件充足すれば A の履行拒絶は認められず B の代金支払い請求が認められることになるので、ね、つまりこれで問いに答えることができるんですよ。問いは B の代金支払い請求が認められるかっていう話だからね。でこの5672項の要件検討することで答えが出せますということで以下検討していきます。で括弧にはね、これ要件を一応規範として出してるんですけど、時間がないときはもうね、ここは端折って括弧3以下当てはめなんですけど、まあ当てはめも直でやっちゃいますよね。まあ、時間があればできれば規範と当てはめ、これメイン論点なんでね、まあ一応どっか三段論法した方がいいですよ、さすがに時間がないから全部を三段論法するのは無理なんですけど、まあ、どっかその事案のメイン論点はねちょっとやった方がいいな、さすがにな、じゃないと法律の文書じゃなくなっちゃうからね。で一応これメイン論点なんで、一応規範と当てはめは分けました。で括弧に、567条2項が適用されるためには丸1、売り主が契約の内容に適用する目的物を持って引き渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、丸2、買い主がその履行を受けることを拒み、または受けることができない場合において、まあ、この丸1と丸2って受領地帯の要件と一緒なんですけどね、で丸3、履行の提供があった時以後に当事者双方の責任に帰することができない事由によって目的物が名刺損傷したと言えることが必要ですよということになりますね。で括弧3、まず丸1からですね、前述の通り本件売買契約の目的物の引き渡し債務は取り立て債務ですと。で B は本件売買で約定された通りの松茸 5kg を、ね、大津倉庫に運び込んで、箱詰めして、ね、引き渡しの準備ができていることを A に通知しているため、まあ、丸1、B は契約内容に適合する目的物を持って引き渡しの履行の提供したと言えるという感じですね。そして今度括弧4でね、今度丸2の要件ですが、 A は高トラックが盗まれたとしてね、オツ倉庫に松茸を引き取りに行けなかったので丸2、売買の目的物を受け取ることができなかったと言えるってことね。もう受領地帯か受領拒絶かもうやめましたから、今期はね、というか昨日作った答案ではねやめてます。もうどっちにしろこの要件満たすことにはもう変わりがないからね、もうやりません。さてで肝心なのはほら、この最後の今回の問題で言えば丸3の要件の検討が一番メインなんですよ。事実関係の書きぶりからしたらね、その奇跡性の有無のところはかなりね、配点されてるはずなんで、ここは丁寧に書くべきですね。こういう感じでメリハリつけてほしいのね、問題文見てね。一般的な知識としてはさ、こう3つの要件があるっていうのはまあ分かってるんだけど、今回の問題は特にこう3つ目の要件、これメインだなってことでね、そこでガンガン点数数でね、で半分取れればもう余裕で合格できるんで、司法試験でも予備試験でもね、論文試験は合格できますから、余裕でね半分取れればだ、ここでゲットしていくんですよ点数をね。でそこで括弧5のあのところですが、上記丸1と丸2の要件は受領地帯の成立要件と重なるところ、まあ、法定責任説からしたらね重なるんですけど、受領地帯以後の目的物の名刺等は買い、あ、これ要は、
条文上は当事者双方の無期責ってなってるんだけど、債務者の既責性の有無だけ検討すればいいよっていう話をするところなんですよ、ここのところはね。じゃないと当てはめ、無駄な当てはめすることになりますよね。当事者双方の無期責の条文のまま当てはめ始めちゃったら無駄な検討することになっちゃうんで、事業地帯の場面ってのは常に債権者に既責性があるのが当たり前なんでね。なんでその債権者の既責性の有無を検討するって本当バカバカしいんで、そういうことでね、債務者の既責性の有無だけ検討すればいいんだっていうのをちょっと規範レベルで出すんです。そこで、このね、括弧5のあの、3行目ですね、2行目からいきましょうか。やっぱここはしょない方がいいか。括弧5のあのところで、上記丸1と丸2要件は受領地帯の成立要件を重なるところ、受領地帯以後の、ね、目的物の滅失等は飼い主である債権者の既成移住によるものとみなされるためね、413条の2の第2項です、こうして、受領地帯中は債権者の既成移住は常に存在するため、567条2項はね、その適用要件として、要はね、その当事者相互の無期責だという文言であるにもかかわらず、債務者の責任に帰することができない自由さえ認められればね、丸三の要件充足するんだって話で、ね、文言は、ね、ちょっとこれ書いてない言葉で簡単に、要はこういうことを言いたいんだけど、条文の文言上はね、当事者双方の無期責というふうになってにもかかわらず、債務者のね、既責自由さえなければ丸三の要件を満たして、でその履行拒絶ができるんですよ、債務者としてはね。債権者の方から、履行請求された時に反対給付をね、代金請求された時に、目的物の引き渡しの義務の債務者である、売り主の方はね、その履行拒絶ができるんですよっていう、そういう話なんですよね。さて、そこでじゃあ既責性見ていきましょう。いのところですね、本件売買の目的物の引き渡し債務の債務者である B の既責事由の有無を検討しますと、まず注意義務が軽減しているということを指摘しましょう。履行受者の話先にやらない方がいいですよ。まず法的な話として、注意義務軽減しているということを確定しないとね、履行受者 の, その行為をさ、どういうふうにこう評価していいのかというのが分からないから、だから理論的にはこれ既責性のところの、ね、論点、本文では2つあるんだけどね、注意義務の軽減と履行受者 の,、その過失の問題ありますけど、理論的には注意義務の軽減の方が先になりますよね。ということで検討する、で E の2行目、売買の引き渡しの目的物が特定すると、債務者たる売り主は引き渡しの時まで全款注意義務を負いますが、本文では買い主への受領地帯があるため、 B はね、事故の財産に対するのと同一の注意を持って物を保管すればね、 B に既責事由は認められませんということでね、413の1項を出していきましょう。でこの後履行補助者ですね、U のとこです。 B は目的物の保管のために Cを使用しているところ、 C のように債務の履行のために使用されているものを、履行受者と言ってきます。ちなみに履行受者の要は不手際を債務者の不手際として信釈できるかって話なんですけど、この点はちょっと基本知識の項目で簡単に確認しておきますとね、36ページをご覧ください。これは矢島の、ね、促進講座の今期のテキストから引用してきたものでありますが、36ページのところ でいろいろ万能なものね、いろんな事案に使いやすいのは、いろんな見解が各先生ね、説明の仕方がちょっと微妙に違うんですよ、それぞれで、いろんな見解に受験生が使いやすいと思われるのは、36ページの2個目のブロックの塩見先生 の見解、塩見先生の表現方法がわりかし論文試験の問題に合いやすいかなという感じですね。どの見解からでも処理できるんだけど、わりかし分かりやすいかなと思うのね、受験生に。でそこでご紹介しますと、36ページの2個目のブロックで、タイトルはね、履行者の行為と債務者の債務履行責任で、中身です、履行者の行為により事実としての債務不履行が発生した場合ね、債務者は債務不履行責任を負うか否か、負うとしてその理論的根拠をどのように説明すべきかというのが問題になりますと。で2段落目で、債務の履行に履行者を用いた場合における債務者の、ね、債務履行責任どう考えるかについては、いろんな説明の仕方があるんですけど、見解の一つとして、債務の発生原因として契約及び契約上の債務の履行過程に、第三者ね、履行者の行為がどのように組み入れられていると評価できるかを、契約の解釈により決すると。で具体的にはこれ難しく考えてほしいんですけど、皆さんが通信販売でインターネットでなんかさ、ポチってさ、通信販売でなんか物買うじゃないですか。でそういう時に多分売り主が直接皆さんの家まで届きに来ないで、履行受者を、要はその売買の引き渡し債務を、ね、こう履行するために運送業者を使用するはずなんですよね。でそれ履行補助者なんですけど、でその時にその運送業者が何かやらかしてしまった時にですね、それ果たしてじゃあその売り主の責任にするのかどうかで、皆さんどう思いますっていうと、皆さんとしてはその契約内容がどうなってるかってところから考えてない、いかないといけないんだけど、皆さんがじゃあ通販で何か物をね、ポチって買いましたっていう時に、その別に本人が届けなくてもいいと思ってるでしょ。運送業者使って届けてくれればいいと思ってるし、それお互い合意があるはずだよね。あとそもそも多分配送料とかって書いてあるから、当然それ合意内容になってるから、だから債務の履行にまずその履行者を使ってもいいって事案になってくるんですよ。履行者を使ったことから直ちに債務履行になるわけではなくてね、債務者の債務履行になるわけじゃなくて、契約の解釈上ね、まず履行者を使っていいですよと。でこの先がすごく実質的に考えていかないといけないんだけど、じゃその履行補助者が例えば何か過失でね、ちょっとよそ見して運送中にじゃあ物壊しちゃったっていう時に、
に、じゃあその時に皆さんとしてはその運送業者に責任追及するような内容の売買をしたつもりでいるのか、それとも買い主の売り主の方に対してね、もう一回ちゃんとしたものをまあ送ってくださいっていう内容の売買をしたと考えているのかってことを実質的に見ていくことになっていくんですよね。まあ、それによってそのもしそのまあ運送業者さんがなんかやらかしてしまった時でもね、ちゃんとその買い主の方から瑕疵のないものをね、壊れてないものをまあ送ってくれるってことまで契約の内容になってるんだというふうに考えるんであれば、それはその当該事案では履行者の過失を債務者の過失として審酌できる、そういう事案になってくるということになってきます。でそういうのを抽象的に言うとこうなります。まあもう一回このね2個目のブロックの2段落目のところを見てもらいたいんですけど、債務の履行に履行者を用いた場合における債務者の履行債務履行責任どう考えるかについてまあいろんな見解がありますが、まあ3行目、債務の発生原因としての契約、それから契約上の債務の履行過程に第三者、まあ履行者の行為がどのように組み入れられているかと評価できるかをね、まあ契約の解釈をによりまあ決すべきだと。で具体的にはね、債務の内容をまあ結果債務と手段債務にまあ区別して、まあそれぞれの債務の特性に応じて債務不履行の有無を判断したりね、債務の履行に第三者の使用が禁止されているか否かを区別して債務不履行の有無を判断したり、まあ、しますということになりますね。結果債務っていうのはね、売買の目的物の引き渡し債務なんかが典型的なんですけど、何月何日にそのものをじゃあ引き渡しますってなったら、その通りの結果にしないと債務不履行になりますよね。でそういう時に、まあ、履行者を使っても何でもいいから、とにかくその日に引き渡してほしいんだってことが契約の解釈から決まってくるんだったら、まあ、履行者は別に使ってもいいんですよ。その代わりその約束の日にも渡せなかった時点で履行者のそれがせいであろうが債務者のせいにされちゃうという話でやっていきますね。あとはなんか特定の結果が明確に発生させるようなことが契約内容になってるんじゃなくて、一定の注意義務を尽くすね、まあ、物の保管義務なんかが典型的なんですけど、まあ、一定の注意義務を尽くすというような時に、あとは契約内容の解釈になります。それ別に債務者本人が別に保管しなくても、別にね、履行者使って保管させてもいいんだけど、その履行者が何かやらかしてしまって物滅した時はそれは当然ね、債務者本人が責任を負うんだっていうことが契約の内容になっているというふうに言われるんであれば、それは履行者の過失を債務者の過失を見ることができるんだって話になってくるんですよね。というわけで契約の解釈で全部決まってくるってことなんですよ。これが今の新法です。ここがね、債権法改正によって契約の解釈で決めていくっていうのが一般的な見解になってますね。で今回でもね、履行者のところはあまり長々やる問題じゃないんでね、おそらくどの見解とってもこれね、この C さんの過失を不手際をこれ B さん債務者本人の不手際だっていうふうにしないっていうのはちょっとありえないと思うんで、まあ、ここはさらっとね、この問題だったらさらっと流して履行者の過失審酌しちゃっていいと思いますね。まあ、そういうことで40ですね、3ページのところ最後ですね、43ページの一番下のうのところです。43ページのねうのところで一番最後のナンバリングうのところですが、B はね、目的物の保管のために C を使用しているところを C のように債務の履行のために使用されているものを履行者と言いますと。でこれかなり雑に書いてるんです。メイン論点じゃないからね、雑に書いちゃってますんで分かりづらいかもしれませんけどね、まあ、債務者が履行者の注意義務に対する責任を負うからね、まあ、債務の発生原因である契約の解釈によって決すべきだ、と考えると。で本件売買契約の売り主 B の債務の究極の目的は約定通り松茸を A に引き渡すところにあると言えるため、まあ、契約の解釈上 B は引き渡しや引き渡しまでの保管につきね、まあ、C は別に使用することは禁止されてないと思うんですけどね、だから逆に言えば C を使用することは許されるけど、まあ、C を使用して利益を得る以上ね、まあ、注意の、C のね、その保管に関するその注意義務違反、ね、に対するまあ責任を負うべきことがおそらく契約の解釈になって契約の内容になってるんだろうってことで、こういう形で、ね、契約内容を明らかにしてあげるわけね。さて、で以上の観点から、で結論としてこの事案でなかなかやらなくていいですよ。履行者の解説のところなかなかやらなくていいと思います。この問題はね、どの見解とっても多分ね認められる方向になると思いますよ。この事案だったらね、責任免れられると思えないから、まずさ、本件で C を使っちゃいけないっていうのはちょっと無理があるでしょ。さすがに B が C を使用したっていうこと自体が債務不履行っていうのは、この問題文の事実どこ見てもそんなの読み取れないからね。普通はだって農家の人っていろいろアルバイトの人を雇って収穫したりとかいろいろやってますから、さすがに明文でさ、そういうことになんか反対事実が問題文にあるなら別だけど、そういうのがないから、さすがにその C を使ったこと自体が絶対債務不履行になるわけはないですからね。とすれば、じゃああと結論の妥当性がどうかって話なんですけど、まあやっぱり B さんってさ、松茸5キロ引き渡す債務を負ってるわけじゃないですか。でその自分のやっぱり手足の代わりにまあ C をまあ使ってる以上ね、まあ、当然その C がなんか やらかしてしまった時にその責任を負うんだってことも当然契約にないようになってるんだって考えるのが、多分これが妥当な結論なんですよね。だからその妥当な結論に沿うような理論構成してくれば何でもいいですからね。さっきの基本知識のところを駆使してね、妥当な結論をちゃんと導くようなことを書いてくれれば、まあ何でもいいんだと思いますね。まあ、でも本件はちょっと履行者のところがメイン論点になってるわけじゃないんでね、まあ、あまり深入りはしません。ということで43ページの一番最後の段落のところですが、まあ、以上の観点から B に奇跡事由たる注意義務違反があるかをまあ検討していきます。でここが当てはめのメイン論点ここなんですよね。
でまずね、ここちょっと長めに書きました。メインなんでね、時間がなかったらこの線引いてないところは書かないんですけど、一応こんな感じ。近隣で農作物の盗難が相次いでおり、警察からの注意喚起があったことからすれば、仮に B が全館注意義務を負う場合ね、は A に引き渡す高価なマサギが盗まれないようにするためにね、普段通りの簡易な錠のみで施錠するんではなくて、強力な倉庫錠で二重に施錠すべきものとも言いますと。しかしここから先皆さんにお任せします。私は注意義務否定したんですけど、9月の午前7時、盗まれたのね、ちょっとこう目を離して盗まれてしまったのが午前7時なんですよ。9月の午前7時過ぎで、周囲が明るく盗難に遭いにくく、思われる時間帯に、でしかも大津倉庫のすぐもそばね、問題文によるとね、大津倉庫のすぐそばのリンゴ農園で作業してるっていうのは、問題文ちょっと見てください。ちょっとページ飛んで申し訳ないですけど、問題文のね、こちらの6ページの縦2のところなんですよ。問題文の6ページの縦2の3行目のところで、ここのねところで、後ろの方ね、 B のリンゴ農園のそばって書いてあるでしょ。これで位置関係が分かるのね。だからこの C さんってすぐ近くのね、リンゴ農園で作業する間だけ、しかもこの明るい時間帯にね、これで一つの鍵だけしかかけてなかったっていう、そういう話なんでね、そういう点では、確かに盗難がほら相次いでるっていう情報があったから、全館注意義務に反するんでしょうけど、事故の財産に対するのと同一の注意っていう、目で見た時にね、基本的に自分のものに対するものだったらさ、1個鍵かけとけばいいんじゃないかなっていうふうに考えるんであればね、この点では注意義務尽くしてるということになるんで、全館注意義務はありませんよって形ね。結論どっちでもいいですけど、ここがこの本件のメイン論点なんでね、ここは当てはめは丁寧にやってほしいと。自分なりにね、反対利益も考慮しつつね、一方的に書くんじゃなくて、自分の考え方をその一方的に書くんではなくてね、ちゃんと反対利益を考慮して、説得的に論じてもらえればというふうに思いますね。あと結論全体の妥当性なんですけど、今回誰が一番悪いですか皆さんっていうとね、約束通りにね、取りに来なかったこれ買い主が悪いんですよ結局ね。でそういう時にね、やっぱそのあまり売り主に酷になるような結論にするっていうのも、事案全体のバランス考えた時にどうなのかって話なんですよね。もともとだってこれ約束通りさ、物取りに来てればさ、物盗まれなかったわけですから、でそういうの考えた時にね、妥当な結論を考えた時にね、これやっぱりこれ、履行拒絶代金払わなくてもいいんじゃないかなっていう話でね、その分のところの危険は最終的にはね、これはもう買い主の方でね、持ってくださいっていうのが妥当な結論じゃないかなっていうね、ふうに思うんですけど、あとは皆さんにお任せしますということね。結論の妥当性も大事なんでね、法律の科目というのはね、そういう点では事案の全体のバランスも考えつつ、それをうまく理論構成ね、結論の妥当性がまずあって、その妥当な結論を導くための理論構成をするっていうのが受験生の仕事ですのでね、その説得力に応じて点数がもらえるんで、そういうことをね、ぜひ考えていっていただければというふうには思いますね。そんな感じで今回はですね、答案の書き方だということでね、基本知識が理解できてないと、答案構成すらできないということはよく分かったと思いますので、今回もしね、ちょっと基本知識まずいなと思ったら、ぜひこの後ね、手遅れになる前にね、基本知識の理解を深めてね、もらえればというふうには思いますね。そんな感じで、今回のね、答案の書き方の講義終わりにいたします。どうもご清聴ありがとうございました。